これでいいですかね。はい、大丈夫です。じゃあ、シェアをして。じゃあちょっと、ライブの方からスタートさせますね。ウクパクシ。じゃあそろそろ始める感じでいいですかね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、グラスホッパーのモデリングをの基礎を C シャープで。C シャープを使ったモデリングの基礎をやりたいと思います。なんで、まあ、どっちかっていうと、今までこのハンズオンのシリーズでやってきたものよりは、ジオメトリーモデリングより、なんでよりちょっとデザイナーさん向けの内容になってると思います。なので、あんまりそのプログラマーさん向けっていう感じではないかもしれないんで、そのところをご容赦ください。なので結構入門より初めて使ってみる際にどういうところ気をつけていきましょうかみたいなお話ができればと思います。で、なんか質問があったら随時声かけていただければと思います。で、ミートアップのリンク、あとディスコードにさっき送ったファイルのリンク見てもらうと GitHub のページになってて、でここから今日使うファイルのダウンロードができるので、一応これをもうダウンロードしてもらってもいいですかね。これクリックしてこのダウンロードっていうところを押すとダウンロードが可能です。このシャンデリア .gh ってやつです。でこのページに書いてあるこのテキストが、まあ、今日の簡単なレジュメの内容になってます。こんな流れでちょっとやっていくっていう感じで話していきたいと思います。でまずは皆さんが、まあ、Rhino の6バージョン6とあとグラスホッパーが多少、グラスホッパー自体、そのコーディングじゃなくて、グラスホッパー自体が多少分かっていること前提でちょっとお話しさせていただければと思います。グラスホッパーで多少のモデリングしたことがある程度でいいと思います。で、始めるにあたって、いくつかそのコーディングをするにあたって、まあ、よくちょくちょく見返しに行くドキュメントのページっていうのがあるので、まあ、それをいくつかまとめておいてあります。このリンクとして、Rhino Developer Docs っていうところと、まあ、これが大元のポータルページになってて、まあ、Rhino 系、Grasshopper 系のコーディングとか Python 含め、C シャープ含め、C++ 含めて、まあ、いろんなコーディングの情報が載ってる、で、ポータルページになってるので、ここに行けばとりあえずいろんな情報が得られるっていう感じです。で、その中でも、今回特に見ていくのは、この Rhino Common のガイドっていうところと、Rhino Common API っていうページ。で、Rhino Common っていうのは何かというと、まあその Rhino が持ってる、その、ジオメトリーを操作する関数みたいなのがいくつかありまして、Rhino 独自の関数、その、Rhino を触ったことある人であれば、よく使うであろうエクストリュードとか、そのロフトとか、まあ、そういったモデリングの関数みたいなのを、アクセスするための、まあ、ライブラリーキットみたいなのが、この Rhino Common です。で、そのアクセスの仕方みたいなのが、ここのガイドのページに載っているっていう感じです。いくつかのサンプルを持って。で、例えば石井さんがやった WPF の例なんかも多少書かれてたりします。どっちかっていうと、ATO フォームっていうのを使ってたりするかもしれない。で、もう一つ、この Rhino Common API っていうのは、実際にその Rhino Common っていうそのパッケージ
そのライブラリーキットがどういう関数を持っているのかっていうのをレファレンスの、まあ、辞書みたいなものです。でここで、まあ、これパッと見ただけじゃどこに何があるかわからないんですけど、まあ、なんとなくそのライノの、関数、まあ、ライノで使うコマンドから想像して、例えばパイプを作るんだったらパイプって検索してみて、でそこにまあ現れるいくつかの関数を見て、まあ、どれが自分の用途に適してるかっていうのをまあ探していって、で実際の使い方、どういうパラメータを入れれば使えるのかっていうのをまあここで確認する感じです。でこれに関してはまた後でどうやって見ていくか教えます。でいういくつか重要なドキュメントがあるので、まあ、これはよく、まあ、特に一番最後のやつは特に一番よく見返すページだと思います。ライノコモン API というページは。っていうのを覚えていただいて、じゃあ、まあ、そもそも論として、その、なんで、じゃあ、そのグラスホッパーそので、ビジュアルプログラミングでモデリングできるのに、わざわざ C シャープとかを使って、まあ、モデリングをするのかっていうところ、まあ、その、今回のこれに興味持っていただいている方はもうその辺はいくつか自分で理由があると思うので言い直す必要もないと思うんですけど、一応自分が考えるメリット、コードを書いてジオメトリを作っていくみたいなメリットのところをいくつかお話しすると、例えばそのパラメトリックモデルをまあ小さいパッケージとしてまとめることができる、その結構ネットワークプログラミング、ビジュアルプログラミングで書いてしまうと、まあ、長くなりがちというか、その全体的に長くなりがちで、まあ、視野性も悪いというか、うん、再現性も悪いというか、まあ、そういうのもあるので、まあ、パッケージ化して、まあ、配布しやすくするっていうのは一つのメリットっていうのはあると思います。で、まあ、それに付随してますけど、プラグイン化してコンポーネント化することもできるっていうのもあります。プラグイン化するとその C シャープのコード自体は隠れてしまいますけども、まあえて隠して、まあ、もうより配布しやすくしたいときとかには便利だと思います、まあ、これも同じような理由、すっきり見やすくなる。であと便利なコーディング技術が使えるっていうのは、まあ、C シャープが持ってるそのコーディングの言語特有のまあ技術、クラスとか、まあ、そういったビジュアルプログラミングではちょっとなかなか使いづらい、使うことができないような概念、プログラミングのコンセプトみたいなのを使えるっていうのはまあ一つ。ここら辺はすぐに使えるようになるわけじゃないんですけど、慣れてくるといろいろ便利な技っていうのが見えてきます。であとはアネモネみたいなそのプラグイン使わずにそのループの作業が簡単にできたりします、まあ、特にその再帰的な計算とかそのフラクタル形状を作りたいとか、前の状態を引き継いで次の状態に利用するみたいなとかはなかなかビジュアルプログラミングだと難しいというか、グラスホッパーの場合はアネモネとかフープスネークみたいなプラグインを使うことでできたりしますけど、それをまあコードであれば C シャープだけでできたりもします。で、まあ、これも同じ理由で、データ管理がしやすいっていうのは、まあ、まあ、グラスホッパー、ビジュアルプログラミング上でデータツリーがどういう構造になってるのかっていうのを確認するのって、まあ、案外、めんどくさかったりするんですけども、まあ、その辺をちょっと、まあ、コードとか使うと、比較的わかりやすく、管理できる。まあ、どこにどういうデータが入ってるのかっていうのが想像しやすいと思います。慣れてくるとです。で、まあ、これは結構大きい理由ですけど、必要であれば外部のライブラリーが使えるってことで、例えば C シャープ結構いろんな外部のライブラリー常に存在してて、例えばその数値処理系 そのライブラリーとして mass.net みたいなのもあったりして、まあ、そういうのを使うことでより複雑なこと、例えば、まあ、他にもそのレスト通信が簡単にできるようなプラグインとか、ジオメトリのパッキングができるようなプラグインとか、まあ、そういうのもいくつかあったりするので、
グラスホッパー自体にもプラグインありますけど、グラスホッパーのプラグインはもともとそういう外部のプラグインをそのグラスホッパーで使えるようにしたっていうことだけな、まあ、ほとんどがそういう感じなので、どっちかっていうと C シャープ、もっと豊富にある C シャープのライブラリーを使えた方がより使えることの幅が広がるっていう感じで、なんでまあ直接使えると便利ですっていうところです。で、まあ、こっから先はもう少しアドバンスな話になりますけど、もしかしたらビジュアルプログラミングよりも早い計算結果を書き方によっては得られることもできますっていう。で、あとは外部のアプリから、先日そのヒロンさんがやれたようなライノインサイドみたいなのを利用したいときとか、そのライノのモデリングの関数を知っておけば、その外部のアプリからもそういう関数にアクセスすることができるかもしれませんよっていうお話で、そしたら外部からライノの標準、その豊富な機能を使っていろんな、もっと複雑なモデリングができちゃいますっていうような話です。これはきっと慣れてくると非常に魅力的なお話になってくると思います。ということで、で、まあ、あと、まあ、コーディングするにあたって、まあ、もしかしたら皆さん知っているかと思うんですけども、 C シャープで書く場合と Python で書く場合と、まあ、もしくはもっと難しい C++ で書く場合っていうのがあって、グラスホッパー上で書く場合は C シャープかその Python っていうチョイスになるんですけど、まあ、正直言うと Python の方が楽だと思います。っていうのも、その C シャープで使える関数をさらに使いやすくラップしたスクリプトシンタックスっていうのが存在していて、それが Python からアクセスできるようになっているっていうのが理由です。で、まあ、そういうのもあるんですけども、なので結局その C シャープので使っているその Rhino コモンの関数をラップしてるだけなので、まあ、大元はもともとその C シャープの関数を使っているので、まあ、そっちの大元の方を知っていた方がよりまあ応用性が効くというか、いろんな複雑なことはまあ自分で作れるようになりますということで、まあ、C シャープをやる意義もあるとは思います。でプラグイン作るのも C シャープの方がドキュメント豊富ですし、作りやすいので、まあ、そっちの方が、長い目で見ればおすすめだと思います。でも始めたてであれば全然 Python でいいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ実際にさあ、コーディングで作っていきたいと思うんですけども、まあ、初めての方もいらっしゃると思うので、今日はまあこういう流れでいきたいと思います。まずはそのグラスホッパーのモデリングでとりあえず作りたいものを作ってみて、でそれをなぞるようにコーディングを書いていくっていうような、まあ、そういうアプローチで、実際僕もそういうアプローチでやることは多いので、モデリングに関してはで、そっちの方が理解も深まると思いますし、コーディング、するにあたっての注意点みたいなのも見えてくると思うので、そういう流れで今日やっていきたいと思います。で、今日のハンズオンでどういうものを作るかっていうのを考えたときに、何でもよかったんですけども、とりあえずコーディングで作りやすい形をしようと思っていくつか画像で探してまして、で例えばこういう Pinterest っていうサービス使うと、なんかシャンデリアって検索して出てきた一つの画像をこういうふうにピックアップしてるんですけど、一つ画像を選択するとそれに付随していろんな似たような画像が出てきて、でそういう画像をいくつかピックアップして、でブックマークして、で後から見返してどれが、今回作るのにいいかなっていうのを見てっている感じです。僕が新しくそのジオメトリ作る際、インスピレーションとか得る際はだいたいそういう感じで、画像探しから行っている感じです。で今回はその結果としてこれを選んだっていう感じで、このシャンデリアの形状、結構そのルールが見えやすい形状ですね。スパイラル螺旋形状になってて、
ビームとなる螺旋があって、そこから下に光の棒が垂れているというような、そんなもので、比較的多分ルール化しやすいので、今回はまあこれを、ベースにモデリングするっていうのをやってみたいと思います。今のところ大丈夫ですかね。で、もう多分グラスホッパーとかすでにやられてる方、できる方もいらっしゃると思うので、もしできる方はその自分なりの作り方でこのシャンデリアを、まあ、今からそうですね15分から20分ぐらいで作ってみてください。で、グラスホッパー自体もそんなに慣れてない方は、僕が今からやる作り方でとりあえず一緒に作ってみましょう。で、そのやり方をそのままコーディング化するっていう方法を取ってみたいと思います。で、まあ、もしついていけない方は、ついていけなかった方はそのファイルの、そのグラスホッパーファイルを見ていただければと思います。とりあえず始めますね。で、その GitHub のページにもその作り方のネットワークの図があるので、まあ、それ見ながら書いていっても大丈夫です。まあ、慣れてる人はその全く同じにする必要はなくて、むしろ自分のやり方で作ってみた方が、コーディングも自分なりのその作り方で書けると思うので、まあ、そういうやり方でちょっとやってみてください。じゃあまずはですね、まあ、スパイラル作りたいんで、基本僕のやり方、スパイラルを作るやり方は1本の長い、まあ、棒線を書いて、でそれをまあ分割して、で点に分割して、でその一個一個の点をその点の位置に応じて、角度を、大きめに持たせ、その点の位置の倍数で角度を持たせてあげて、くるくる回してあげるっていうのをまずはやっていきますということで、まずは、線の長さ、まあ、とりあえず線とかにしておいて、でレンジみたいなものを使いまして、まあレンジは1でいいかな。であとはまあ点の数ですね、どれぐらいの点、レゾリューションっていうことになるんですかね、解像度、これをまあ N につないでおいて、でそうすると0から1の間の数字が300分割される感じになるので、まあその0、1の間の数字を使っていろいろやっていきましょう。まずはこのマルティプライで0、1をかけてあげると、まあ、0からこれの場合1000の値になるはずで、で途中早すぎたり分かんなかったりしたら止めてください。質問全然投げかけてください。0から1000の値になると思うので、それをそこの数字を使ってポイントを作ります。でこれスライドと同じ作り方になるかどうかちょっと分かんないです。なんないような気がします。で、これをローテートですね。ローテートをポイントに対しかけて、軸、回転の軸は、まあ、中心000の位置でよくて、で、XY 平面ですね。で、今これ90度全部曲がっちゃってますけど、この0から1の数字に応じて徐々に回転させていくっていうのをやりたいので、これに対して掛け算で、まあ、0から1に対して何回転するかっていうのを π でかけてあげましょう。例えば 10π であれば 1π が180度なんで 5π であると 360×5 だ、5回転するっていうことになります、ね、でそれをアングルに入れるとこうやって5回転000から始まって徐々に点が右回り、左回りに、半時計回りにくるくる回っていく。で、この数字を変えれば、回転数を変えられるっていう感じですね。で、まあ、これでもう、そのシャンデリアの、まあ、ベースのトップの部分に近い形はできてるんですけども、で、ただ、ちょっと、これ、点の位置を見てみますと、点の位置とこの、シャンデリアの位置を見てみますと、ちょっと、ま、感覚かもしれないんですけど、ま、中心にちょっと点が寄りすぎているような気がしていて、
感覚かもしれないですけど、もう少しその外側に行くにつれてその感覚を、内側に行けば行くほど感覚が広くなって、外側に行けば行くほど狭くなるみたいな、少しその今スパイラルが均質すぎるような気がするので、そこをちょっとまずはコントロールしてみない、してみたいなと思いまして、でそれどうするかっていうと、まあいくつか方法ありますけども、考えられますけれども、一つ考えられるのはこのアングルで利用している部分のこの0、1の値ですね。この0、1の値を、あるいはこの X で移動している部分ですね。スライドだとどっちだ？スライドだと X で移動してる、いや、アングルか。アングルで移動してる部分をちょっと、モディファイしてまして。で、これ見てみると、0から1の数字、まあ、0から1に対して10倍かけた数字っていうのになってますけど、で、この0から1っていうのは、リニアに、その、まあ、直線的に数字が、まあ、X が1上がったら Y も1上がるみたいな感じでリニアが上がっていくんですけども、この、増加関数みたいなのリニアじゃなくて直線的じゃなくて少し曲線的にしてあげると、この角度の変化率っていうのが変わって、例えばこのグラフマッパーを利用して、グラフィタイプをこういうベジェみたいなのにしてつなぎ T、 このレンジの後の数字をつなぎ直してみると、でグラフをちょっと変えてみるとこういう感じで、角度の変化率っていうのをコントロールすることができるようになります。こんな感じで、まあ、ちょっとオウム外っぽいのができたり、内側が広いようなものができたりと。で、まあ、一つ問題があるとすると、このグラフマッパーはコード内で実現することはできないので、これに代わるものをコードで書くにはどうするかっていうのをちょっと考える必要があります。で、どうするのがいいかっていうと、まあ、一番手軽なのは、パワー、を使うことです。これは乗算関数ですかね。何の何乗、2の何乗とか、3の5乗とか、まあ、そういう関数ですね。それを使って、この曲線の変化率っていうのをコントロールすることができる、できます。で、試しに入れてみると、これ0、1の値を0、A に入れて、これをマルティプライに入れて、で、例えば2倍にすると、こういう感じで内側がちょっと広くなって、で、上げれば上げるほど、数値上げれば上げるほど内側がどんどん広くなっていく。で、下げれば下げるほど、まあ、さっき見たようなオウム外みたいな、まあ、グラフで書くと、まあ、これがリニアな変化率ですね。で、まあ、倍数 x の2乗とかにするとこういう感じで変化していって x の 0.5 乗とかにするとこういう感じで変化していくっていうのを、まあグラフマッパーみたいなインタラクティブなものじゃなくて関数、数値でコントロールできるようにしているっていうところです。このテクニックはよく使うものなので覚えておくといいと思います。で、特にこの0、1の範囲で使った方がいいと思います。0、1の範囲で使えば1は必ず何乗しても1になるし、何乗しても1になる。まあ、0も何乗しても0になる。で、他の05とか07とかにしてしまうと、その範囲が爆発的に増えてしまったりするので、01の範囲でこれを使って最後にまたリマップしてあげるみたいな方法がいいと思います。で、今回は2、まあ、1.7 とか、そんな感じにしておきますかね。で、これでベースの上のレールの曲線のベースとなる点群ができましたと。で、この点をそのまんま、のシャンデリアのラインの位置に使ってしまうと、まあ、ちょっと後ろの方に行けば行くほど間隔が広くなりすぎちゃってるので、一回これをインターポレートカーブで結んであげて、インターポレートカーブっていうのは点をすべて通る曲線です。で、ナーブスカーブっていうのはベジェ曲線、これはスプライン、ちょっと
点をすべて、まあ、通る曲線というのがインターポレートカーブということです。ちょっと定義は、詳しい定義はちょっと分かってないですけど。で、一回曲線化してしまって、その上でディバイドカーブをかけてあげます。そうすると均等に曲線を割ることができるので、それをさっき使った300っていう数字で均等倍してあげれば、曲線の上で均等に点が分割されるっていう方になります。で、これできましたら、今度はその上のレールの部分が今これフラットな状態なので、さっき見た画像のように、まあ、ちょっと下に徐々に落としていくっていうことを、やります。でこれは見た感じ、まあ、リニアに落ちているような気がするので、これはリニアに、落としていきましょう。まあ、つまりパワー関数、乗算関数は使わないということです。単純にこの0、1の間の数字をに掛け算してあげるってだけです。なんで、まあ、どれだけ下げるかっていう数字を作ってあげて、例えば500みたいな、でマルティプライで0、1の値を作って、でこれを、これに対して、まあ、Z でネガティブマイナス Z の位置にマイナス Z の値にしてポイントを下方向に移動してあげる感じで、これでマリニアに下の方向に移動していると思います。でちょっと回転数が多いかもしれないので、こんぐらいにして良さそうだなと思います。で次に一度この状態でまたこの点を結ぶ曲線っていうのを作っておきたいと思います。なんでまたインターポレートカーブ作っておいて、インターポレートカーブで今度は、下この分割した点から下方向にラインを伸ばして、この、まあ、ビジュアルの元となるこのシャンデリアのラインを作っていきたいと思います。そのラインの長さみたいなのを見てみると、中心に行けば行くほど長くて、で外側に行けば行くほど徐々に小さくなっていくと。でこの場合よく見てみると、そんなに、これの場合はリニアな変化じゃなくて、ちょっと中心に行けば行くほど急激に下に、落ちていて、で外に行けば行くほどだんだんと緩やかに高さが小さくなっていくっていうのがなんとなくわかるので、それに関してはまたさっきと同じように乗算関数っていうのを使って、まあ、その辺をコントロールしていきたいなと思います。ということでポイントの位置がありますので、そこにまずはライン SDL みたいなのでラインの元を引いてあげます。で D ディレクションは Z のネガティブ方向下方向にしてあげて、で L 問題 L ってね、なんで最大の長さっていうのと、今回は最小の長さも設定したいと思います。最小の長さ多分このあたり。で、最大の長さがこの中心の線の長さですね。で、この最小と最大を、別々の数字で設定してあげます。ということで、最小が例えば100とか、最大が5000とか。ちょっと適当ですけど、で何をしたいかっていうと、この元々の0から1の、数字をこの200から5000っていう数字に、まあ、リマップしてあげたいということです。で、まあ、まずはちょっとナンバーでブリッジしてあげてからのブリッジナンバーコンポーネントブリッジしてあげて、まずはリニアにやるんであればリマップでやるのが一番多分楽。リマップナンバーでこの0、1の数字を V に入れて、で S ってのはもともと0から1のドメインが入ってるのでそのまんまにしておいて、ターゲットの部分にコンストラクトドメインで200から500、5000かにして、
で、この値、この作られた値を Z に入れてあげると。あ、間違えた。ここじゃなくて、ラインの長さはこっちの L ですね。数字を L に入れてあげると。で、まぁ、ちょっと間違えてしまったのが、これ今外側に行けば行くほど長くなって、内側に行けば行くほど短くなってしまっているので、このミニマムとマキシマムの順番入れ替えます。こっちを A を5000にして B を200にすると。こんな感じですね。で、まあ、見た通り、ちょっとプロポーションがやや違う。というのも、さっき言った通り、そのリニアの変化率でその長さを今規定してしまっているので、まあ、そこをコントロールするために、ここにさっきも使ったパワー、乗算関数を入れてあげて、で、B に、まあ、0から2とかの範囲のスライダーを入れてあげて、で、2だと逆に、その0に近、中心に近ければ近いほど落ちやすく、まあ、その長さが保たれやすくなってしまうので、まあ、多分0から1の間、0.5 とかにすると、もっとかな、にすると、ちょっと似たような見え方になってきたっていうのが分かると思います。で、まあ、ちょっとあんまり、下の方が綺麗じゃないですけど、まあ、とりあえずそれはもう少し関数の操作が必要だと思いますが、それはとりあえず置いといて、まあ、基本的にはこういう考え方で、ベースとしての欲しい曲線が長さができましたっていうお話です。で、あとはもうこれでベースはできたので、ライン、レールとラインができたので、あとはこれをマージして、で、パイプ化して終わりにしようか。で、それをコードで再現してみるっていうのをやりたいと思います。で、パイプ化するときに、今回はこの爪爪で、この一本一本に対してパイプを通していきますけど、パイプとパイプの隣り合う同士のパイプがまあちょうどくっつくような形にしてみようと思うので、この間の長さですね、を知る必要がありまして、ただ、この下に落ちているカーブで長さを測ってしまうと、場所によって、っていうかズレが出てしまうので、フラットな状態のこれですね、この状態の、点と1点と1点の間の、距離っていうのを測りたいと思います。で、まあ、測り方は、どういうやり方でもよろしくて、まあ、この中からランダムに最初の点と次の、まあ、2個目の点を取ってその距離を測るでもいいですし、とりあえず今回そうしますかね。サブリストを使って D に1を入れると1個目と2個目のポイントっていうのがこれで得られるので、これのポリライン、2つのポイントを結ぶポリラインを作って、レングス作って、で、それがパイプの直径となるので、最後にこのパイプ関数、パイプコンポーネントでこの直径かける 0.5 あるいは割る2して、パイプを作って、とりあえずジオメトリーは完成にさせましょう。で、他のやつは隠してしまって、ちょっとカスタムプレビューで色だけつけておいて、こんな感じですね。やってることは非常に単純なものなので、まあ、これをじゃあコードでどう再現していくか、同じ手順をコードでどう再現していくかっていうのをやっていきたいと思います。ここまで大丈夫ですか？何かご質問があれば。じゃあ最後のパイプのところも一回見せてもらっていいですか？はい。フラットなポイントから最初の点ですね。はい。最初の点。
サブリストっていうのを使って、0番目と1番目のポイントを取得しまして、ポリラインっていうコンポーネントを使って、その2つの点を結んで、ラインを作ってあげて、レングスでその長さを取ってるって感じです。まあ、あるいは1個目と2個目のポイント、こういうアイテムリストアイテムで取ってあげて、それのディスタンスを測るんでも同じ感じです。ありがとうございます。他にご質問ありますか？できて簡単すぎてしょうもないって感じですか？いやいや、すごい勉強になります。ちなみに聞こえますなんか簡単すぎるってことは決してなくて、でも内容は分かるんですけど、はい、まずは早いのでもう今は見るのが必死ですけど、一個一個はなんか想像はついて追っかけて岩いけてます、なんとか。あのグラスホッパー部分は、まあ、あくまでその入りというか、まあ、どういうプロセスでやってるかっていうのを見せるだけで、うん、コードの方はすごくゆっくりやるので。ああ、はいはい。いやでもそのすごい先に出していただいてたので、それを予習して今の授業で同時に書くとか やれればよかったですね。すいません、こんなに早い、スピーディーだと思わない。すごい早い量がすごいですね、やっぱり。はい、何でしたっけ、あのプラグインでそのアイコンのところに、はい、コンポーネントが表示されるやつ、ビフォフみたいなやつ入れておくといいかもしれないですね。あ、名前忘れちゃうし、ビフォフだっけな。そうすると多分あの普段アイコンじゃなくやってる人も見れるんで、ちょっと後で送ります。なるほどですね。それは確かに良さそうですね。コンポーネント名で見るとか、うん、あるかもしれないです。そうですね。普段僕はアイコン見てやっちゃってますけど、もしかしたらこの名前の方が良かったかもしれないですね。あ、まあでもこれは後でちゃんと見ながらやれると思うんで大丈夫です。質問なんですけど、はい、すみません。なんか一番最後になんか、そのプレビューみたいなやつ入れてる、はい、それを入れた方がなんか軽いんですか？いや、軽っぽい。そういうわけじゃない。軽くなるっていうよりは、この見た目がこれ今、ゴーストビューみたいな、その、ああ、そう。ああ、すごいことして見えづらいので、わかる。なんか、マットにするために、ああ、わかりました。カスタムプレビュー入れてるだけって感じですね。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫そうですかね。じゃあですね、この内容をじゃあ実際コード使ってどう再現していくかっていうのをやっていきたいと思います。この通りになるかどうかちょっと分かんないですけど、まあ、比較的同じような流れで、で GitHub のこの、1ページのステップに沿ったやり方でやっていきたいと思います。まずですね、C シャープコンポーネントをまずは置いていただきたいんですが、このマスタブ、マスのタブの中のスクリプトサブタブの中に C シャープスクリプトっていうのがありまして、これを使います。あとさっき C シャープと Python があるって言ってましたけど、もう一つ VB スクリプトっていうのもあって、まあ、これは多分もう使うことはないと思うので使わなくていいと思います。C シャープ出していただいて、でデフォルトの状態だとこういう感じになっています。で左側がインプットで、右側がアウトプットって感じで、で結構書いてるときにエラーは出やすいので、まあ、よく使うのはこのアウトの部分で、このアウトの部分からはこのエラーメッセージが出てくるので、これ見ながらどこでエラーが書いてあるのか、出てるのかっていうのを確認しながら書いていくっていうことになります。
で、A とか X とか Y っていうのは自分で名前を決めることができまして、でかつ、まあ、どういうタイプの、情報を入れられるか、数値であったり、ポイントであったり、カーブであったりみたいな。とりあえず今回はですね、X のところでまず右クリックしていただいて、名前をポス、ポジションのポスとしておきます。Y の方は右クリックして、ディスタンスのディストという名前にしておきます。でまず何やりたいかっていうと、さっきスパイラルを作るのにやった、X 方向への、まあ、ラインの配列っていうのをまずは作っていきたいなと思います。でそのための情報として、どこから始めるかっていうポイントの情報、位置情報と、あとは、まあ、どれだけの長さの、まずはラインを作るかっていう情報を2つ作ります。で、それぞれどういう情報を入れられるかっていうのをちょっと指定したくて、で、まずポジションの部分、名前を変えられましたら、右クリックで名前変えられましたら、再度右クリックして、この名前の部分で、で、下の方に行くとタイプヒントっていうのがあって、でそこで、まあ、どういう情報を入れられるかっていうリストがあります。その中で、ポジションに関してはこのポイント 3D っていうのを選んであげてください。これがポイントの情報、ポイントのジオメトリだったり、ポイントの位置情報を入れられる、型、通称型っていうものを言われるものです。選んだら、今度はディスト。ディストっていうのはまあ距離なんで、数値情報を入れたいので、もう一回右、このディストの右クリックして、タイプヒントで、今度はダブル。これは、なんて言うんだ、日本、その、不動小数点のことです。で、ダブルっていうのは、すごい細かい小数点まで扱いますよってことです。フロートが、フロートよりも扱う小数点が多いっていう、2倍多いってことです。まあ、とりあえず、数値を入れられるっていうことだけ覚えてください。で、ダブルを設定して、で、A は A のまんまでとりあえずやっていきます。で、まずポジションにその初期値、その、このスパイラルの中心となる点の位置っていうのを入れていきたいと思うので、ま、今回は例えば MD スライダーっていうのを使って、ま、インタラクティブにある程度位置を動かせるような形にしておきたいと思います。この MD スライダーで検索すると、こういう 2D のスライダーが出てきまして、で00から11の間の数字っていうのを作ることが、まあ、ポイントの位置っていうのを作ることができます。で00から11の範囲だとちょっと範囲がちっちゃすぎるので、これに対して再度マルティプリケーションっていうので掛け算、線とかかけてあげることで、まあ、0から1000の間の範囲にしてあげます。で、そうすると今、この左の画面をちょっと見てみると、ちょっとこいつは隠しちゃう。左の画面にちっちゃい赤い点が見えてるかと思いますが、それの点がこのスライダーの位置に応じて、まあ、XY の範囲で、で、線の範囲で動いているっていう感じです。これをとりあえず、スパイラルの初期位置として、中心の位置として設定してあげたいと思います。こんな感じで。あとディスタンス、これはまあ X 方向の長さということで、これはまあ適当な長さをスライダーで入れておきます。現状は何も起こらないです。ここまで大丈夫ですか？大丈夫です。リアクションボタンとかあるといいですよね、こういうの。はい、ではですね、こう実際に中に入ってコードを書いていきたいと思います。これダブルクリックすると、C シャープのアイコンの分ダブルクリックすると、こういうコードエディターが出てきまして、この中で、じゃあどういう、このインプットした情報を使ってどういうものをアウトプットするかっていうのを書くことができます。で、このボイド
ランスクリプトの部分見てみると、インプットとして Point3DPOS っていうのと Double Dist っていうのが、さっきここで設定したものが出てて、この Ref Object A っていうのはアウトプットのことです。で、試しに A イコール1とか書いてあげると、1とか書いてこの緑三角ボタン、プレイボタンを押すと、A の部分からパネルでつないでみてみると1っていう数字が出てると思います。アウトプットの出し方は、基本的には A、そのアウトプットの名前を書いてあげて、で、イコールで結んで出したいものを書いてあげるというような感じです。ではですね、まずは、その、最初のポイントがあって、で、行きたい方向、まあ、今回は X 方向に対してある程度の距離行ったところの位置、まあ、2つの点の位置っていうのがあるので、まあ、その2つの点をまずは作るところから始めたいと思います。ということで、点の作り方ですが、これちょっと、GitHub で書いてるのもう少し簡単めで書いてみると、まずは A イコールポスト、まあ、インプットのその値をそのまんまアウトプットにまずは出してみてください。そうすると A からこういう今ポジションで入力されたものがそのまんま A から出てきて、でこれちょっと隠しておくと、まあ、インプットしたものがそのまま見えてる状態ですね。で、やりたいのはこのポジションの状態、このポジションの位置から X 方向に移動した、ディスタンスの距離だけ移動したポイントをもう一個作って、それもアウトプットしたいっていうことなので、現状このポジションを出すだけだと1個のポイントしか出せないので、まずは配列ってものを作ってあげて、つまりたくさんのものを入れられる箱みたいなのをまずは作ってあげて、でその箱に2つのポイントを入れることで、入れて、でその箱を出力することで2つポイントを画面に出してあげるということをまずやりたいと思います。で、何をやるかというと、まずは空っぽの、箱、配列っていうのを作ります。作り方はこんな感じです。バリアブルって意味ですけど、VAR。これは新しい変数を作るときとかによく使う。てか、まあ、毎回使うものです。で、new list point 3D これでまずは空っぽのポイントを入れるための point 3D っていう型を入れるためのリストっていうのが作れます。で、point 3D っていうのはどこから来てるかっていうと、これ、今インプットしたこの point 3D の型の名前です。タイプの名前です。この point3d っていうタイプが入る今リストを作りましたよっていうのがここでやってることです。で、これ var って書いてるのは、まあ、var ってのはその作られた変数がどのような型になるのかっていうのを自動で判別してくれる便利な書き方で、実際はこういうふうに書いても大丈夫です。リストポイント 3D の PTS っていう名前の配列を作ってあげます。で、新しく空っぽの状態にしますみたいな感じで。どっちで書いてもいいですけど、まあ、VAR の方が、VAR の方は、まあ、最後の方のこの新しく作ったものを見て予測して配列のタイプ、変数のタイプを勝手に決めてくれるので、まあ、大体の場合はこれでいいんじゃないかと思います。じゃあ、空っぽなものを作ったはいいんですけど、そこに新しくポイントを追加したい場をどうするかっていうところですけども、この場合2種類方法がありまして、1つは、まあ、配列を作った段階でもうポイントを入れてしまう方法。鍵括弧、ちょっと。テキストがめっちゃちっちゃいです。の方がいいかな。もう
うちょい大きくしましょう。こんな感じ。で、一つはこの、リストを作るときに最初にポイントを入れてしまう方法で、こういう感じで鍵括弧をこの括弧の後に作ることで、この鍵括弧の中にそのポイントの情報を入れることで、新しくリストを作ったときにポイントが、まあ、そのリストにもう最初から入っている状態にすることができます。で、複数入れたい場合はコンマで区切って複数ポイントを入れることもできます。今回の場合別にポジション同じポジションをたくさん入れてもしょうがないので、一つはホームモードのポジションを入れてあげて、でもう一つはポジションに対してポジションプラス X の方向にディスタンス動いた分のポイントを入れてあげるということで、まずポジションがあって、それにプラスして new vector 3D X 方向なのでディストいう書き方にすると、ポジションにその X の方向にディスタンス分動かしたベクトルを足したもの、これ GitHub だとポイント 3D になってますけど、どっちでも大丈夫です。ポジションプラスニューポイント 3D ディスタンスで、基本全部このポイント 3D っていうのはベクトルとして扱われるので、XYZ の座標値があって、でそれに対してこの新しいポイントの座標値を足してあげると、 X は X 同士で足されて、 Y は Y 同士で足されて、 Z は Z 同士で足されるというような感じで、で、まあ、今回は X にだけ移動したいので、リストにだけ数値を入れて、 Y と Z には0を入れているというような感じです。これで今ポジションっていうのと、ポジションっていうあの大元の位置っていうのと、ポジションに対して X 方向にディスタンス分を動かしたポイントっていう2種類のポイントが今リストの中に入れられた状態です。で、それをリストとして書き出すと、書き出してあげると、で結果として2つのポイントがアウトプット A からアウトプットされますっていう感じです。この感じベースのポイントが動くと、もう一つのポイントも一緒に動いてくれて、で、かつ、ディスタンスを動かすと、一つ目と二つ目のポイントの距離が詰まったり、離れたりするというようなところです。ここまで大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫そうです。大丈夫そうですか？はい。何か、まあ、ついていけたとしても、その理解ができなかったら全然止めてください。じゃあ、ここで2つのポイントが作れたので、まあ、次やりたいのは、この2つのポイントの間に、まあ、たくさんポイントを、まあ、均等な間隔で配列、まあ、いっぱいポイントを作ってあげたいということです。さっき、そのスパイラルを作ったと同じように、まあ、レゾリューションみたいなのを設定してあげて、で解像度みたいなの設定してあげて、でその解像度の数に応じてたくさんポイントを作ってあげると、でそれをあとあと一個一個回転していく、でスパイラルにしていくって感じです。じゃあどうするかというと、この場合考えられるのは、まあ、スタートとゴールの位置っていうのが分かってるので、そのスタートとゴールの位置の間の位置っていうのを計算してあげて、で、まあ、その点の位置に一個一個ポイントを作ってあげて、リストに格納してあげるっていうことをやってあげるといいのかなっていうふうに思います。ということで、パラメーターが一つ足りませんので、一つパラメーターを追加します。一回このコードエディターは OK をして閉じて、で、この C シャープコンポーネントに戻って、このリストの下にプラスアイコン、拡大するとこのプラスアイコンが出てくるので、これクリックすると、X っていうのが出てくるので、これを、num とします。で、タイプヒントは、インテジャーとしておきます。整数ですね。で、
む適当な数字を200とか、200分割した場合は200とか、100分割の場合100とか、そんな感じで分割のための数字を入れておきます。で、入れましたらもう一回ダブルクリック、コードダブルクリックして、その num っていう数字を使って実際に点と点の間に無数の200個の数点っていうのを作っていきたいと思います。じゃあどうすればいいかというと、まずはですね、まあ、ちょっと一番上の方に書きたいと思いますが、まあ、今回、コーディングならではの手法として、ループ、フォアループっていうのをちょっとまずは使ってみたいと思います。まあ、フォアループっていうのは指定した数だけその中に書かれた処理っていうのを何回も何回も繰り返すための、書き方になります。で、C シャープの書き方としては、よく書かれる書き方としては、こういう形で。for、括弧、int、i イコール0、セミコロン、i が num より小さい、セミコロン、i プラスプラス。これがよく定型文的に使われる書き方だと思います。で、別に i っていうのは変数の名前で、実際のところ何でもよくて、まあ、aa でもよくて、その場合、ここを全部 aa にしていただく感じ。ただ、i がよくとりあえず使われるので、i としておきます。で、i が num より小さいという、ここの条件が結構重要で、この条件に、i がこの条件を満たす間はループを続けるっていう意味になっていまして、かつループが終わるたんびに i は1ずつ上がりますよ、繰り上がりますよっていうような書き方になっていて、つまり i が0から始まって、で1回この中の処理、その命令が終わると i が1繰り上がって i が1になりますと。で、1ずつどんどん繰り上がっていって、 i が例えば num が200だとして、 i が200になると、まあ、200よりも、200と num、まあ、num は200よりもまあ大きいという、大きくはなくなるので、まあ、同じの値になるので、その時点でループがストップして、このループは抜けて次の処理に移るっていう感じです。なんでこう、今はこのパラメータとして入れた num、 これ今僕200って入れてますけど、200回この処理が繰り返されるっていうことを意味してます、この中の処理が。じゃあ200回繰り返す上で、まあ、どういう処理を行いたいかっていうと、まあ、200個のポイントを作りたいということです。つまりは今回やりたいことは、じゃあ実際それをやってみたいと思いますが、新しいポイントを作るということで、 new post という感じでまずは変数の名前を決めておきます。で、さっき、まあ、これが大きなヒントになるんですけれども、これですね、この2個目のポイント、さっき新しいリストを作った時の2つ目のポイントです。これと同じような書き方になります。で、ちょっとこのディスタンスの部分だけ変えていくっていう部分になります。なので、書き方としては、position プラス new。ポイント 3D マーブだとベクター 3D になってますが、まあ、ポイント 3D でも OK です。そのポイント 3D とベクター 3D ってなんか2種類同じようなものがありますけど、違いはあのベクター 3D はベクトルで、ベクトル計算のための関数っていうのが使えるような、情報です。例えばプロダクト、内積とか外積とかそういうものですね。で、ポイントはただの位置情報って感じで、なんで、まあ、今回はただその移動するだけ、足し算するだけなんで、別にポイントでもベクターでもどっちでも同じです。なのでポイント 3D でやります。で、とりあえず000としておきますけども、で変えたいのはこの X の部分ですね。で、 X の部分がまあ、i の値に応じてどんどん増やしていきたいということになります。で、まあ、どういうルールになるかっていうと、まあ、i は0から始まって、で、num よりも1小さい値で止まるということになります、この場合。
なので200だったとしたら i は0から始まって199で止まる、ループが止まるって感じです。で1ずつステップアップして 1,2,3,4,5,6,7,199 みたいな感じ。199になった時にこのディストに、ディストっていう数字になってほしいんですね。ゼロの時はディストはゼロになっていてほしい。じゃあどうするかっていうと、まあ、グラスホッパーだとそのリマップっていう便利な関数ありますけど、まあ、C シャープにはそういうのないので、それをまあ似たような形で書いていきます。でまずは、この i の値を0、1の値にまあ変換してあげたいと思います。でそれはさっきもやったこのレンジと同じことですね。このレンジ。レンジコンポーネントっていうのは、まあ、デフォルトで、ナンバー入れてあげると0、1の数字に変換してくれましたって。で、それと同じようなことを計算式でやってみたいと思います。なので、ちょっと外側に書いた方が分かりやすいと思うので、バー t、バーっていうよりも wt イコール、どういうふうに計算すればいいかというと、まあ、i っていうのは、その、まあ、0から199の値ですよね。で、それを割り算で、num っていうのは200ですね。で、i の最大値は199なんで、num-1 で割ってあげれば、i が199の時にちょうどこの値は1になるっていうようなイメージ。で、i が0の時はこれ0になるし。なので、まあ、そういう考え方であれば、これが、この t って値は0から1の範囲で、まあ、変わっていくだろうっていうのが、まあ、なんとなく想像がつくんじゃないかなと思います。で、ここで1点気をつけなければいけない点がありまして、まあ、これはちょっと、プログラミングの言語によって全然考え方が違うので、C シャープに関してのことなんですけども、これ今整数。で、num も整数。で、1も整数。整数割る整数してしまうと結果は整数になっちゃいます。なので、その場合は、そうすると、まあ、四捨五入されちゃうので、この、一応この1の部分を 1.0 にしておいて、無理やりこれは不動小数ですよってのを明示的に示してあげることで、この全体の計算結果が不動小数になるように、小数点がつくような数字にします。そうしないと、まあ、0から1の範囲で計算しているものが0か1っていう結果しか出なくなっちゃうので、その整数割り算にしちゃうと。という感じで、まずは0から1の数字ができましたと。じゃあ0から1の数字ができたらどうするかっていうと、それを単純にこのディスタンスで掛け算してあげれば、 i がこの t が1の時っていうのは i が今一番最後の点の位置です、ね、その時にt かけるディスタンスってのはディスタンスになるし、 i が0の時は t かけるディスタンスは0になるという感じで、まあ徐々にディスタンスに向かって、数値が繰り上がっていく情報ってのはこういうことができますという感じ。はい、このランスクリプトを押してエラーが出ないかどうかをまずチェックします。エラーが出るとなんかここに赤くなって、ここになんかメッセージが出ると思います。なんかメッセージが出たら言ってください。で、これでループ内でたくさんのポイントが作れたところで、まあ、これただ今作っただけなので、これをリストの中に入れてあげる必要があります。で、さっきはその空っぽのリストを作って、まあ、その作ったと同時にポイント入れてましたけど、今度は空っぽのリストを先に作っておいて、で、そのリストにこのループの中で一個一個ポイントを足していくっていうようなことをやりたいと思います。ということで、これは一回コメントアウトして、コメントアウトの方法は、選択して、コントロール KC。です。コメントをなくす場合はコントロール KU ですね。Visual Studio と同じやり方です。コメントっていうのは、まあ、こういうスラッシュスラッシュがつく形で、でこうやると、その、あら、エラー出ちゃいました。
これやるとこのコードは使われませんということになります。で今これエラー出てるのは PTS が存在しませんっていう、まあ、ここで PTS を作ってたので、なんでこれをちょっとコピーしてバー PTS イコールニューポイント 3D を一番上にまずは持ってきて、空っぽのポイントのリストを作りますと。で空っぽ、今何も入ってない状態なので今アウトプット空っぽの状態です。でこのフォアループの中でポイ新しいポイント自体は作っていたので pts.add で new post、 新しく作ってあげたポイントをこのリストに add っていう関数 pts.add っていう関数を使うことで新しくポイントをこのリストの中に入れることができます。でこれもう一回ランスクリプトをしてみると複数のポイントが出力されていて、ジオメトリーを見てみると200個分のポイントが生成されているはずです。でこのスライドを動かすとこんな感じでポイントの数をコントロールすることが今できます。でディスタンスによって間隔をコントロールできたり移動もできるというところです。今のところどうでしょうか。大丈夫そうですかね。大丈夫です。わかりやすいです。大丈夫そうです。大丈夫です。一旦休憩しますか。5分ぐらい。あ、ちょっと休憩したいです。ちょっと5分ほど。一瞬、はい。休憩を。了解です。はい、休憩を。休憩中に何か質問あればどんどん聞いちゃってくださいね。はい、聞いてください。どうなんでしょう、そのスピード的にはどうなんでしょう、もっと遅い方がいいかもっと速い方がいいかみたいな。あ、ちょうどいいですかね。大丈夫ですか。僕的にはちょうどいいぐらいです。大丈夫ですか。操作としてはについてないんですけど、はい、内容はついていけてて、でまあ2時間の中でこれだけのものをやるということなので、はい、このぐらいのスピードが必要なんだと思うので大丈夫ですYouTube でこれはもう一回アップされるんですよね。今リアルタイムで撮影してるやつ。そうですね。2箇所で今録画してまして、一つは Zoom の録画でやっていて、はい、多分後ほど石井さんから、あるいは僕からシェアする形になると思います。はい、もう一つ、YouTube でも録画しています。まあ、バックアップみたいな形でそっちでも多分見れると思います。了解です。というか繰り返しやった方がいいような気がして、できれば再生用があるとありがたいなと思いました。はい、大丈夫だと思います、はい、復習ぜひしてください。そうですね、うん、あとちなみにすみません最初に言うの忘れたんですけど、ハンズオンの時にやってる講師の方がリアクションがわからないとあれなので、5つの言葉を発してくださいっていうのをお願いをしたいと思います。1つはおーと、2つ目は動いたっていうのと、で赤くなっちゃったら赤いですっていうのと、まあ、落ちたら落ちましたって思って、で待ってくださいって、この 5つのワードは常に気にせずにどんどんマイクオンにして言ってってください。そうですね。まあ、あとその別のディスプレイで皆さんのそのこの顔の動画を見てるので、それで首振ってもらえるのいいです。了解です。こんな感じ。それなんですか。赤いですか。赤いです。赤い。赤い。わかる。わかる。
おおです。おお。あ、ちょっと質問なんですけど、この今ここ今このコードに書いてるこのポイント 3D とかっていうのはこういうのはライノの何でしたっけ？ライノのコマンドなんですか？ライノのライノコモンの、の関数ですね。関数という型ですね。でこれで、うん、さっき言ったライノコモンの API でポイント 3D って検索してみると、そのどういう情報であるのかっていうのが見ることができまして、ライノジオメトリの中に入っている、型で、クラスで、ストラクチャーですね。クラスではないんですね。X と Y とか Z っていう情報を持っていたり、どういう関数が使えるのか、これは S って書いてあるのはスタティックっていう意味で、ポイントに対してやるというよりはポイントドットなんちゃら、ポイント 3D ドットなんちゃら、それはまた後でやります。はい、分かりました、ありがとうございます。 Y の独自の関数です。なんで他のC シャープ使えるところで使おうとしても使えないやつです。ないのでしか使えないやつです。皆さんどうですか？休憩大丈夫そうですか？これ大丈夫です。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 では、これでポイントのリストが作れたところで、今度はじゃあ、スパイラルにこのポイントを変換していきたいと思います。つまり一点一点を軸を決めて回転していくっていうような感じですね。で、さっきのグラスホッパーの部分を見てみると、どういう値で回転していったか。まあ、ローテッドっていうコンポーネントを使って、で、レンジで作った0、1の関数に、数字に対して、乗算関数をかけて、でそれを π、その何回転するかっていうので、掛け算してあげて、でそれを角度にして軸は、まあ、この場合000の1で回転していたっていう感じなので、まあ、それと同じようなことをコードでもやってみたいと思います。ではですね、これはステップ3になりますね。じゃあここでポイント作れたところで、じゃあポイントの回転をしたいんですけども、ここで一つ、まあ、さっき江藤君からも質問があったポイントのちょっと分かりづらいところっていう部分はちょっとお説明しようかなと思います。で、ポイント、まあ、そのグラスホッパー上だと、まあ、ローテートっていうのを使ってポイントをジオメトリーとして扱って回転することができたんですけども、ライノコモンで使ってるこのポイント 3D っていうのは回転ができませんっていうのは、これはあくまで情報でありまして、ジオメトリーではないからです。で、ジオメトリー、ポイントのジオメトリーっていうのは実は別にありまして、それは無印のポイントです。これがすごく分かりづらいところなんですけど、ポイントでちょっと検索、ラインのコモンの検索してみると、ちょっと出てこない、ジオメトリーからきますね。ライノジオメトリーのネームスペースの中にあるポイントっていうのここにありますね。ポイントクラスっていうのがあって、ポイントクラスの他になんかポイント 2D とかポイント 3D とかポイント 3F とかポイント 4D とか、なんかポイントだけ取ってもいっぱいあるんですけども、ポイントクラスっていうのがジオメトリー、実際のものを動かすことができるジオメトリーです。変形することができるジオメトリーです。つまりカーブとか BLEP とかサーフェスと同じようなものだと思ってください。で、ポイント 3D っていうのは違って、ただの位置情報です。X と Y と Z の。で、ポイントのクラスっていう情報の中を見てみると、まあ、これに関しては、その、トランスフォームっていうのを使って、例えばまあ変形を、まあ、スケールとかローテートとかトランスレートみたいな変形をすることができたり、このローテートとかができたりして、で
この中の情報の一つとしてロケーションっていうのがあって、このロケーションポイントのロケーションを取得するとそれはポイント 3D ですということになってます。なんでまあポイント 3D っていうのはあくまでも、まあ、ただの位置の情報で、それ以上の情報はもうあんま持ってなくて、ポイント 3D がついてないポイントっていうのが、まあ、どっちかっていうともう少し上位の、クラスで、いろんなジオメトリーとしての情報を持っているものであるっていうのを一つ、覚えておいてください。ここら辺が難しいところで、うん、まあ、これはラインの独特な部分ですね。なのでこのポイント 3D の状態だと回転ができないので、一旦そのポイントをこのポイント 3D から作り直します。でその作り直した状態でローテートをかけてあげるっていうのをやってあげます。でこのニューポジションと PTS.add の間に、このニューポジションっていうポイント 3D からポイントっていうジオメトリーを作り直します。どうやって作るかというと、ポイントニュー PT っていう変数を作ってあげて、ニューポイントカッコをやると、カッコ1個目を書くと、どういうインプットを入れればいいかっていうのがヒントとしてなんとなく出るの で、この場合よ中をよく見てみると、ポイント 3D ロケーションとしてのポイント 3D を入れればいいっていうのが、まあ、なんとなくヒントとして書いてあるので、ニューポジションここで作ったロケーションの情報を中にパラメータとして入れることで、このニューポジションっていうロケーションを持ったポイントのジオメトリーをまず作ることができますと。でこれで一回プレイランスクリプトしてエラーが出ないかどうか確認してもらって、大丈夫そうですね。でそう、まあ、この状態にしてあげればポイントをに対して変形をかけることができます。じゃあどうやってやるかっていうと、今回使いたい変形はローテート、まあ、回転なので、まあ、なんとなくローテートっていう関数があるのかなっていうのを想像して、まあ、まずはポイントのクラスのドキュメント line のコモンの API から行ってもらって、でそこの関数、このメソッドの下ですね、これがポイントが持ってる関数の一覧です。でその中に何か回転に関わるようなものがないかっていうのを探していって、でちょうどこのローテートっていうのが、まあ、なんとなく使えそうかなっていうのが想像ができるので、ローテートオブジェクト about the specified axis positive rotation angle resulting in counter clock プラスの値を入れてあげると反時計回りに回転してくるみたいな、そんなで、アクシス回転軸も決めてあげる必要があるみたいなことが書いてあります。これクリックしてみると、じゃあこれを使うためにどういうインプット、関数を使うためにどういう入力をすればいいのかっていうのはこの説明文として書いてあります。でパブリックブールローテートって書いてあって、ブールっていうのは結果として得られる情報、この関数を使った時に返される値、まあ、得られる値ですね。でブール、まあ、どういう値かっていうと、このリターンバリューの下を見てみると、true だったらジオメトリーの回転が成功しました。false だったらまあ失敗したってことです。で、インプット3つあります、これ。ダブルアングルラディアンズと、ベクター 3D ローテーションアクシス、ポイント 3D ローテーションセンター。で、アングルラディアンズってのは回転角ですね。で、ローテーションアクシスってのは、回転の軸。ですね、今回の場合は、まあ、Z 軸で回転してあげたいと、 XY 平面で回転するので、でローテーションセンター、どの軸中心の、まあ、軸の中心はどこにあるかっていう、まあ、この場合は、スパイラルの中心の点なので、この一番最初に入力したこのポジションですね、パラメータとして入力したポジションです、ね、っていう3つのパラメータを入れることでポイントを回転することができる。今回の場合一番重要なのはこのアングルラディアンズですね、その一点一点の角度をどう決めてあげるかっていうところです。ではそれをするためには、まずは足りないパラメータを追加していく必要があります。で今回はどういうパラメータが必要かというと、この
アングルのパラメータ、何回転するかというパラメータですね。ということで、パラメータもう一回作りましょう。C シャープコンポーネントに戻っていただいて、num の下にプラス。で、x のところ、名前を、例えば、アングルしてあげますと。で、右クリックして、タイプヒントをダブルに、まあ、数字なのでダブルにします。で、まあ、例えば 10.0 と π っていう数字、π、その10を10に対して π かけるコンポーネントですね。10π だと、まあ、10かける180度なんで、5回転。っていうことになるんですかね。まあ、そういうものを入れてあげます、とりあえず。で、ここで入れたアングルっていうのは、その、このスパイラルの、スパイラル回転させる際の、一番最後の点の、時の、一番最後の点を回転する時の値ですね。なんで、最大値、回転の最大値です。で、やりたいのは、まあ、0の位置にある点は、まあ、回転は、回帰点角度は0。で、2つ目は、0とこの 10π の、10π を、まあ、この場合、例えばこれが200だったら200分割した中の、まあ、一番最初の角度なんで、まあ、まあ5度とかなんですかね、 5度、10度、15度っていう風に i が1増えるたんびに角度が徐々に大きくなっていくっていうような、そういう計算式を書いてあげる必要があります。でさっきも似たようなことやりまして、さっきはディスタンスに対してそういうのやりましたけども、それをアングルに対して今回はやってあげるっていうことになります。これでアングルが出せて、タイプヒントがダブルになっていて、でダブルクリックしてもう一回見てみると、アングルっていうのが現れていれば OK ですね。じゃあ、そのアングルを実際に0からその 10π、 この場合 10π ですか、の間の数字に、分割、点の位置に応じて分割してあげるっていうのをまずやりたいと思います。で、まあ、さっきも作ったこの t の値を利用してそれをやりたいと思います。まずはリニアにこの t に対して、この max のアングル、ここで ang っていう名前でインプットしたパラメータ、これを掛け算することで、まあ、t っていうのは0から1の間の小数点の値なので i に応じた。それを掛け算することで、その0から 10π の数字っていうのもそのまま得ることができますということで、ダブルローテーションアングルみたいな名前にして、t かけることのアングルという感じで作ってあげます。で一応ランスクリプトボタンを押してエラーが出ないことを確認しまして、じゃあここで実際にポイントを回転してみたいと思います。で回転の仕方、さっきローテート関数っていうのがありましたけど、関数へのアクセスの仕方は、このポイントっていう名前のニューポイント、ニュー PT をまず書いてあげて、でドットって押すと、その持ってる、そのポイントが持ってる関数の一覧っていうのがここに出てきます。ヒントとして出てきます。で、その中にローテートっていうのがあるはずで、これですね。エンター押すと、まあ、ローテートと出てきます。で、この、それをカッコで結んであげて、カッコの中に必要なパラメータを入力することで、操作を行うことが、その処理を行うことができます。で、さっきドキュメントでも見たように、これを、このローテート関数には3つのパラメータを入れる必要があって、アングルとアクシスと、アクシスの、まあ、回転軸の中心点ですね。で、まずは角度ですね。で、角度も今作った、このロットアングルですね。それをまずは入れてあげましょう。で、回転軸。回転軸はまあ上向きの、XY 平面に対して上向きの方向なので、これはベクトルとして入力してあげる必要があるはずで、さっきもう一回見てみると、このベクター 3D っていう型で入れてあげる必要があります。なので、上向きのベクトルを作ってあげる必要があるんですけども、まあ、
今回の場合、その Z の場合は、Z とか X と Y っていう、まあ、その単位ベクトルの場合は、簡単にそういうのを作れる方法があって、ベクター 3D ドットってやると、この中に Z アクシスっていうのが入っているので、それをそのまんま使ってしまえば、Z 方向の軸っていうのがこれで作ることができます。あるいは、U ベクター 3D で001でもいいです。どっちでも同じ結果が得られます。で最後3つ目の関数はこの回転の中心点ですね。でそれはポジション、この一番最初に入力したポジションです。これでまずはポイントの回転ができたはずです。でただ実行しても何も表示されないのはこの newPT っていうのは今どこでも使われてないからです。なのでこの newPT を、まあ、再度、ポイント 3D に変換するか、まあ、あるいはこのリスト自体をポイント用のリストにしてしまうかっていうのをして、リストにこの値を、まあ、入力してあげる必要があります。まあ、どっちでもいい。ただその、まあ、ここがまた分かりづらいところだと思いますけど、グラスホッパーでこのポイントっていうジオメトリを出力しても、ポイント 3D を出力しても、まあ、どっちもジオメトリ、ポイントのジオメトリとしてグラスホッパーは解釈してくれます。なんでまあまあ、基本的にはどっちでやってもいいんですが、まあ、3D でやってみますかね。ポイント 3D、 このリストの種類は変えずに、今これポイントをただ回した状態で、これをそのまんま直接ポイントっていうクラスをこのポイント 3D のリストに入れようとするとエラーが出るはずです。この型が合ってない、リストに使える型が合ってないみたいなエラーが出てきているはずで、っていうのは、まあ、ポイント 3D のリストに今ポイント入れようとしちゃってるからです。なのでポイントっていうジオメトリーからそのポイント 3D の情報を抜き出してあげる必要があります、この場合。でそれは何だあったかというと、ポイントのクラスに戻ってあげると、このメソッドの下っていうのは関数でしたけども、このプロパティーズの下っていうのはそのポイントが持ってる情報、その持ってる、まあ、変数ですね。そのX とか Y とか Z みたいな情報とか、まあ、あとは、まあ、その他ジオメトリーのタイプとかそういう情報ですね。で今回使いたいのはこのロケーションっていう情報で、こういうロケーションクリックすると、さっき見たようにこのポイント 3D っていうのが得られるので、 newPT.location って書いてあげれば、これがポイント 3D に変換されてリストにも無事格納することができると。でそれが A からアウトプットされて、ちゃんとポイントの、まあ、スパイラルになった状態で変形されているはずです。で、これ値を繰り返ると、グラスホッパーとやってることは同じですけども、変形ができていると。ここまでどうでしょうか。ありがとうございます。いただきました。大丈夫そうです。大丈夫です。はい。で、まあ、ここでさっきもやった、これ今均等に回転しちゃってるものを、じゃあそれに一味加えるということで、乗算関数を中に間に入れ込んでみたいと思います。で、グラスホッパーでどこで入れ込んでいたかを確認すると、まあ、このレンジから出てきた0、1の間の数字を乗算関数かまして、でそれを、アングルで掛け算して変形していました。ということで、コード上ではどこになるかというと、この部分ですね。この t の部分、この t に乗算関数をかましてあげることで、同じような結果が得られると思います。ということで、それ用のパラメータも一つ用意してあげる必要があるので、一旦これはランスクリプトして、エラー出ないことを確認して OK を押して、新しくまたパラメータを追加します。名前は ang、まあ、パワーとでもしておいて、タイプはダブルにしておきます。
じですね。で、スライダー。0から2ぐらいの間の範囲がいいんだと思いますね。0乗から2乗まで。みたいなスライダーを作って、少し範囲を広めに。で、これをアングーパワー、ダブルの型のアングーパワーに入れておきますと。で、中に戻っていただいて、この t の部分に、じゃあ実際に、パワー、乗算関数を書きてみたいと思います。で、書け方ですけども、これは、その、ライノの関数じゃなくて、C シャープが持ってる関数を使います。で、どういうものかというと、外側に書きましょうかね。ダブル、なんていう名前でしょうか。アングマルツみたいな名前を作ってあげて、で、マスっていう、まあ、C シャープが持ってる、デフォルトで持ってる、まあ、ライブラリみたいなのがありまして、で、ドットってやると、計算系の関数がいくつか出てきます。で、その中に乗算関数っていうのが PAU っていう名前、パワーの略で PAU っていうのがありまして、これを使います。で、1個目に t を入れてあげます。2個目に何乗するかっていう情報を入れてあげます。で、今回の場合は、パラメーターで作ってあげた angPAU っていうのがあるので、それを入力してあげます。で、これで作れたら、この t の代わりに、ロッドアングイコールの、この t の代わりにアングマルっていうのを入れてあげます。これで、ランスクリプトで確認してみると、エラーが出なければ、このアングマルっていうのを値を変えると、曲線のスパイラルのその変形の仕方っていうのを、これでコントロールすることができます。こちら好きなようにコントロールしていただいて、やってることはここでやってることと同じ、グラスホッパーでやってることと同じ感じです。ではですね、じゃあ次、グラスホッパーで何や、ここまで大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、次、グラスホッパーでやってたのは、このポイントからインターポレートカーブを作ってあげたことです。っていうのも、これ、ポイント一個一個の間隔が場所によって全然違うので、外側に行けば行くほど開きすぎてるので、一旦インターポレートカーブ作って、で、その上で均等に分割するっていうのをやりたいので、このポイントのリストから、そのカーブ、曲線を作るっていうのをコードでやっていきたいと思います。じゃあどういう関数を使えばいいのかっていうのをまずは調べていきましょう。で、僕も最初どういう関数があるのか分かんないので、基本的にはこういうライノコモン API を言って、で、キーワードとなりそうなもの、グラスホッパーでインターポレートカーブって言ってるから、まあそういうものが、同じものがあるかもしれないと予想して、検索してみて、例えばインターポレートって検索してみて、その中になんかそれっぽいものがあったらいいなっていう。で、今回の場合この4つ目、カーブドットクリエイトインターポレートカーブでなんか使えそうな気がするので、それをクリックしてみます。で、見てみると、インターポレートスクエアポイント used by interp curve command。多分これで、ちょっとこっち。クリエイトインターポレートカーブのメソッドのところをクリックしてみると3種類あるみたいで、まあ多分インプットの数が違うんですね。この最初の方は2つ目は3つ入れなきゃいけない、4つ目3つ目は5つも入れないといけない。まあなるべく簡単な方でやりたいので、この一番上の2つ入力すれば作れるやつを使ってみたいと思います。で、これさっきも見たこの S っていうものですけども、この S っていうのはスタティック、この関数はスタティックですっていう意味でして、で、まあ、どういう意味であるかと言いますと、まあ、さっきローテートしたポイントをローテートした場時っていうのは一旦ポイントを作って、こうやって作って、で、作っ
ったポイントに対してローテートっていう関数を実行していたわけなんですけども、スタティック関数っていうのは事前にカーブを作っておく必要はなくてですね、これカーブっていう型をもう直接書いて、でドットってやるとこのクリエイトインターポレートカーブっていうのに直接アクセスすることができます。なので事前に何かしらカーブの型を用意しておく必要はなくて、この関数を直接書くことでもうこのコードっていうのを実行することができる。事前に 何か用意しておく必要はないっていうのがスタティック関数です。まあ、実際にちょっと使ってみたいと思います。今何も用意してない状態では、その前にどういうインプットを入れなきゃいけないのかっていうのを確認しないとですね、この1個目の create interpolate curve 2個インプット入れなきゃいけなくて、1つは iEnumerable point 3D、一つはもう一つは int degree、iEnumerable っていうのは、まあ、つまりはリストっていうことで配列っていうことです。そのリストでもいいし、多分ディクショナリーでもいいし、アレでもいいし、まあ、配列と呼ばれるものであれば何でもいいみたいなことです。で、int degree、これは degree of the curve。カーブのディグリー、まあ、そのナーブ数でいうところのディグリーってやつですね。多分基本は3でいいんじゃないかと思います。多分グラスホッパーだとデフォルトは3になってると思います。ということで2つの情報を入れなければいけないということで、まずはポイントのリストを入れろって書いてあったので、実はもうここで作っていましたっていうのがあります。PTS イコールニューリストポイント 3D ですね。ここでもうすでにポイントのリストは作っていて、ここで PTS.add で必要なポイントはすべてリストの中に入っているので、そのリストをそのまんま利用できそうかなと思います。ということで、作っていきたいと思います。で、curve.add ってやると、そのスタティック関数の一覧みたいなのが出てきまして、create、インターポレーテッドカーブっていうのがどっかにあるはずで、これの中身見てみると、今矢印1 of 3、1 of 3って書いてありますけど、消えてしまいます。1 of 3、もうこれ矢印で、上矢印、下矢印で、どういう、まあ、入力すればいいかっていうヒントが出てきて、まあ、一番上の2つのインプット入れるやつを今回使います。で、1個目はポイントのリストなので PTS と、で、ディグリーは別に3でよろしいかなと。で、これで実行しましたけれども、じゃあどういう形で出てくるのかっていうのをまだ確認してなかったので、もう1回コードの方を確認してみますと、パブリックスタティックカーブとしてこの関数は出力されますよ。ここですね。リターンバリューはカーブですと。なんでカーブがこれで得られるはずということで、まあ、カーブっていう名前の変数を作ってあげて、適当に名前は付けてあげて、で、その変数にこの結果が、クリエイトインターポレートカーブの結果が出るようにします。で、これ、ランスクリプトボタン、緑三角ボタンを押して、エラーが出ないことを確認して、じゃあ実際、これまだアウトプットしてないので、見えてはいないですけども、作れているのかどうかを、アウトプットを一つ追加することで確認してみたいと思います。一旦、エラーが出てなければ OK を押して、アウトプットに1個追加して名前をレイルとしておきます。で、一応パネルをつけて中に何か出てくるかどうか確認します。で、再度右クリックして、ダブルクリックして、で、アウトプットに関しては型を指定する必要はなくて、てか型指定できなくて、
まあ、出てきたものがまあ自動的にその型指定され、型推測がされるって感じです。なんで、入力は型は指定しないといけないですけど、アウトプットはしなくてよいです。で、カーブ作りました。で、レールってアウトプットができたので、レールイコールカーブとしてあげて、ランスクリプトしたときに、果たして、で、何か出てくるか、出てきました。できました。はい。どうでしょう。出てきましたでしょうか。はい。ありがとうございます。これで、まあ、インターポレートカーブができましたので、じゃあ、これを作った上で、じゃあ、今度はこれを、まあ、一旦このポイントは必要なくなったので、まあ、その、ポイントじゃこのポイントじゃなくて今見えてるポイントじゃなくて今度はこのカーブを均等に分割した上で得られるポイントっていうのを、作っていきましょう。で今回は、パラメーターは特に追加する必要はなくて、今まで作ったパラメーターを利用して今まで、まあ、作ったパラメーターを利用してで分割していきたいと均等に分割していきたいと思います。ということで今回ステップ6ですね。で、分割のためにはどういうものがあるかっていうのをまた再度検索していきたいと思います。これもキーワードでどういう、まあ、P、Create、Divide、カーブ関数で見ていくのが、カーブクラスで見ていくのがいいかもしれないですね、この場合は。カーブっていうクラスに行ってもらって、でその中のメソッドに、その、このカーブを指定したカーブをディバイドするための関数があるかどうかっていうのを探っていく。で、いっぱいありますけど、いっぱいなんかありますけど、その中に、なんかディバイドっていうキーワードがちょっと使えそう。で、その中でもいくつかあって、ディバイドアズカウンター、ディバイドバイカウント、ディバイドバイレングス。で、ディバイドバイカウントとかディバイドバイレングスってなんかグラスホッパーにも似たようなあるなっていう、なんとなく想像がつく。なと思って、で特にこのディバイドバイカウントの説明文を見てみると、カーブを、均等の長さのセグメント、指定した数のセグメントで分割するみたいなことが書いてあるので、これが使えそうかなと。で今回のこの関数に関してはスタティックじゃないので、すでに作ってあるカーブに対しての関数ですってのがまず分かって、で出てくるアウトプットっていうのがダブルの配列、この鍵括弧配列って意味ですね。ダブルの配列として出てきて、アウトプットが出てきて、でインプットとして入れなければいけないのはセグメントカウント、何分割するかっていう情報と、またインクルードエンド、終点を含むかどうか、if to then point at the start version。多分、クローズドなポイントカーブの時に始点も終点として出すかどうかみたいな話ですかね。今回はまあ、クローズドなカーブではないので、多分、フォルスにしてもトゥルーにしても同じ結果な気がしますけど、それそういうものですね。で、セグメントのカウントはもう、パラメータとして持ってるので、例えば僕の場合200っていう数字を持ってるので、それを使えばいいかなと。問題はこのアウトプットですね。ダブル、ポイントじゃなくて、なぜかダブルになってますと。で、これ一体何なのかって見てみると、List of Curve Parameters。Curve Parameters。これは一体何なのかって話なんですが、これはですね、グラスホッパーでも同じようなものは実はありまして、この、バリュエートカーブとかっていうコンポーネント見てみると、この t っていうのありますね。で、これパラメータをカーブのパラメータを指定することでそのカーブの位置を探るアナリシスをするっていうようなコンポーネントですけども、このパラメータのことです。で、カーブっていうのはまあ基本この始点から終点にかけてそのカーブのその特定の位置を指定する際にこのパラメータっていうのを利用することになります。平面、曲面でいうところの UV と似たような考え方で、まあ、その
レンジっていうのは別に結構ランダムで、まあ、1000から2000の間であることもあるし、マイナス50から500とかで0から1みたいな範囲でもあるあったりするんですけども、そういうパラメータ、その曲線上の位置を、まあ、示すアドレスみたいなものっていうのがこのパラメータです。なんで直接このディバイドバイカウント使って直接ポイントの位置を得られるってわけじゃなくて、位置のアドレスっていうのが得られると。なんでその欲しい、でも結局欲しいのはポイントの位置なので、そのパラメーターから再度カーブの位置っていうのを探っていかなきゃいけないっていうのはあります。なんでまあここら辺はちょっとグラスホッパーと比べると比較すると二度手間になってしまうんですけど、一回複数のそのパラメータをにこれで取得して、で取得した上でそのパラメーターからポイントの位置を計算してあげる、まあ、取得してあげるっていう手間を踏んであげる必要があります。手順を踏んであげる必要があります。じゃあそれをやっていきましょう。でまずはですね、空っぽのそのパラメーターのリストを入れるための変数っていうのを、まあ、divs みたいな名前で作っておきたいと思います。でこれ作った名前カーブですね、カーブでドットってやるとそのカーブが持ってる変数が関数がいっぱい出てきて、今回欲しいのは divide by count これですね。でパラメーターとして2種類入れなければいけなくて、セグメントのカウント、その何分割するかっていう情報と終点を含めるかどうか。でセグメントのカウントってのはパラメータとしてすでに持っているはずで、それはこの num っていうパラメータですね。なので、num っていうパラメータをまず1個目に入れてコンマで区切って、2個目終点含めるか、まあ、一応 true にしておきます。でこれで一応カーブを均等に200分割、この場合244分割した時の点の位置を示すパラメーターの情報っていうのはこれでまずは得られるはずです。でこれマウスを出てこないか、まあ、いいや、これで、まあ、一応得られるはずで、でこれどういう型であったかというと、ダブルの配列ですね、不動小数の配列、不動小数っていうのかな、違うかもしれないです、配列です。で配列なので、で配列に入ってる一個一個のパラメーターを見ていって、でそれを一旦ポイントに変換してあげる必要があります。ということでフォアループを使って一個一個のパラメーターにアクセスしていきます。感じでまずは、パラメ、divs っていう名前の配列、の数だけのループを作って、で一個一個見ていって、で、まあ、i 番目っていうのはつまり i から、まあ、divs の数引く1まで、まあ、ループするので、まあ、それの、インデックスですねを書き括弧の中に入れることで何番目のパラメータを取得するかっていうのはこれで書けますと。で、できましたらこのパラメータを使って実際にポイントの、位置情報を取得するっていう感じです。ここまで大丈夫ですかね。ありがとうございます。じゃあパラメーターからポイントの位置情報どうやって取得するかっていうところもやっぱり調べないといけなくて、やっぱり多分カーブのメソッドとしてそういうのがあるんじゃないかなと思うので、それを調べる感じです。カーブのクラスのページに戻ってもらって、ポイントだからポイントっていう名前つくんじゃないかなと思って、ポイントでちょっと検索してみて、ポイントポイントなんかあるかなっていうふうに見ていって、ポイントポイントこのあたりかな、ポイントあったで名前を見てみると evaluates point
at a curve カーブパラメータ、まあ、つまりまさに求めているものでカーブのパラメータを使ってポイントを取得、カーブのパラポイントの位置を取得しますみたいな関数、これを今回は使います。でこれは結構シンプルな関数でアウトプットとして得られるのはポイント 3D 位置情報 で入力するのはパラメータ t の情報ですと。じゃあ書いてみると、じゃあ new p new position みたいな名前にしておいて div. 間違えました、カーブ。カーブが持ってる関数なのでカーブ。ポイント at関数があって、でその中に今取得したパラメータ div っていう名前のパラメータ入力してあげると、そうすると新しい、そのパラメータの位置のポイントの位置情報っていうのが作られまして、取得することができまして、じゃあこれをアウトプット、そのグラスホッパーのビジュアルでアウトプットしたいっていう話になります。でこれ今フォアループの中で書いていて、一個一個ポイント作れた状態、作れたはいいですけども、実際にアウトプットするってなるとそのリストの中に入れて、そのリストをアウトプットする必要があるので、再度新しいポイントのリストを作っておく必要がありますということで、名前、まあ、newPTS みたいなリストを、新しいポイント 3D のリストをさっきと同じように作っておいて、こんな感じで、これは一番最初に書いたこれと似たよ、これとほとんど同じ書き方ですね。これ今書いたところですね。で、その新しく作った newPTS に add で入れてあげると。で新しく入れたら、入れることができたら、この newPTS をこの PTS の代わりに出力してみましょう。A イコール newPTS にしてみましょう。で、ランスクリプトしてみると、うまくいってれば無事、カーブが均等に分割されているはずです。どうでしょうか。何かご質問とかあれば大丈夫そうですかね。大丈夫です。来てます。はい。でですね、まあ、ここまで来たらですね、まあ、あとはやることはほとんど前でやったのと似たようなことになってきます。前でやったこととの、まあ、基本的には応用でもないですね。その、リユーズみたいなことになってきます。似たような操作をしていくことになります。じゃあ次のステップとしてやりたいのが、ステップ7で、さっきの絵に戻ると、この上のレールの部分、今フラットになっているレールをこういうふうに下に、まあ、リニアに点の位置に応じてどんどん落としていきたい。っていうことなので、まあ、グラスホッパーで設定したように、まずは最大どれだけ落とすかっていう数値をパラメータとして作っていきたいと思います。OK をして、クラスで、名前は何にしましょう。トップオフセットみたいな名前に、何でもいいんですが、新しいパラメータを作って、型はダブルにしてあげます。で、どれぐらい落とすか、最大どれぐらい落とすかっていうことなので、まあ、例えば、線とかに数字を入れておいておきます。で、トップオフセットっていう名前作って、ダブルっていうのが設定できて、ダブルっていう型がタイプヒントから設定できて、スライダー入力できましたら、ダブルクリックでもう一回入っていただいて、じゃあどこでそれ、その一個一個のポイントを下に移動するかっていうところですけども、
やれ、まあ、いろんな方法があるんですが、一つは例えばそのローテートした時と同じようにここで新しくにして得たポイントをポイント 3D をポイントっていうジオメトリに変換してトランズレートっていう関数で移動するっていうのもあるし、ただ、まあ、移動するだけだったらその一番最初の方にやったこの ポジションプラスニューポイント 3D みたいにこういう書き方で移動することも全然できるので、まあ、そっちの方が断然楽なので、そういうやり方で今回移動したいと思います。ということでどうやるかというと、まあ、ここでニューバーバリアブルニューポジションイコールカーブドットポイントアットでまずは新しいポイントのロケーションが得られましたと。フラットなポイントのロケーションが得られたので、そのフラットなロケーションに対して下の方向に、指定の距離だけどんどん移動していきましょうっていうことをやりたいと思います。で、これ今見てみると、最大値、トップオフセット、最大値、今僕は1000になってますけど、最後のポイントがまあ1000の位置、下に1000移動したところ、移動するようにしたくて、その間のポイントっていうのはまあだんだん緩やかに線形にどんどん下がっていくってことをやりたい。ってなると、上のフォアループでやった作ったこのダブル T みたいなその0、1の間の数字があった方が何かと便利なので、この計算を再度この新しく作ったフォアループの中でもやりたいと思います。ということで、まあこれを一回コピーしちゃいましょうかね。ダブル T イコール I 割る num-1 の部分をコピーして新しいループの部分の一番最初の行にペーストしちゃいましょう。で、まあ、num は num 使ってもいいのかな、その divs のレングスと num のレングスが num の値が同じかどうかっていうのがもしかしたら1ずれてる可能性もあるので、一応この divs レングスをナムに入れておきましょう。まずはエラーがないことを確認するためにランスクリプト、結構毎回このちょっと書くたびにランスクリプトボタンを押すっていう習慣はつけた方がいいと思います。じゃないとたくさん書いた後でエラーが出ると本当にどこでエラーが出てるのか分かんなくなってしまうので、ちょっとずつ書いてはここをクリックすると。でエラーが出なさそうなので、とりあえず t っていう値が0、1の範囲でまずは作れたかなと思います。これで、でその t を使って、まあ、下の方向に移動してあげるっていうことで、で最大の距離っていうのがこのトップオフセットなので、ニューポジションイコールニューポジション足すことのニューポイント 3D で00のマイナストップオフセットかける t ってのをやると下の方向に i が0の時はこれ t0 になるので、この計算結果は0になる、なので点は動かない。で i が最大値、その一番最後の点の番号の時は t っていうのが1になるはずで、その時は 1× マイナストップオフセットで、まあ、この場合マイナス1000になるはずです。でその間の数字っていうのはまあ徐々に徐々にまあリニアに変形していく、0からマイナス1000の間で変形していくと、変化していくと。でその状態で新しいポジションを作ってあげると、まあ、新しいポジションを設定してあげると、でこれでランスクリプトしてあげると下の方向にこういう感じで徐々に移動してくるっていう感じになるはずです。でコード書き始めの方、この書き方がちょっといまいちわからないと思う方もいらっしゃると思うんですけども、この今新しく、まあ、前の行で新しくポイントの位置情報っていうのが作れていますと。でニューポジションイコールニューポジションプラスなんちゃらっていう、まあ、ここら辺が意味わかんないと思うんですけど、これっていうのは左の部分はとりあえず取っ払って見ておいてもらって、右の部分だけまずは注目してほしくて、右の行だけ
ニューポジションプラスニューポイント 3D00 マイナストップオフセット、ここは多分分かると思うんですね。その既存の平面に置かれた位置に対して下の方向にこれで移動してるって。で、その移動されたこの結果、この結果をこのニューポジションっていう、まあ、さっき作ったこのポイントにオーバーライドしてると、入れ替えてあげてるんですね。もうこれはあくまで箱だと思ってもらって、その情報を入れるための箱だと思ってもらって、で箱の右側でどういう情報を入れるかっていうのを指定してあげるんですね。でこの場合はさっき作った情報をこれで更新してあげて、更新した情報を、まあ、同じ名前の箱に入れ替えてあげるっていうことをやってるんだ。なのでまあ見た目分かりづらいですけど、やってることはそれだけの話で、これはただアップデート、こいつの変数をただアップデートしてるっていうだけです。別にこの名前ニューポジションっていう名前を、まあ、ニューポジション2みたいに名前を変えてもらっても全然大丈夫です。でこれで下に移動できましたと。でとりあえずトップのレールの部分はまあこれでいいかなと。でトップオフセットを変形してちゃんと上下移動するかどうかとか、この回転の部分でちゃんと回転に応じて、まあ、その上上下の変形は変わらず回転だけ変わっているかどうかっていうのを確認していただいて、 OK そうであれば、この曲線、今トップで曲線作られてますけど、この曲線を最終的にアウトプットしたいんじゃなくて、この下に移動したポイントの曲線を最終的には、まあ、移動し、あの使いたいので、それをこの点からサイドインターポレートカーブを作りたいと思います。でやることは同じで、これですね、これをコピーして、でもうカーブっていう名前、小文字のカーブっていう変数はもうすでに作ってあるので再度宣言する必要はなくて、でこれ大文字でカーブっていう最初に書くのはこういう変数を作りますよっていうのを宣言するときに使うもので、すでに作られているものに対してはそういうふうに宣言する必要はないです。逆に宣言するとエラーが出ちゃうので、この小文字の部分だけコピーして、まあ、さっき言ったようにオーバーライドする感じですね。入れ替えてあげる。すでに存在している箱の中に新しく作ったカーブを入れ替えてあげる。で今回の場合、クリエントインターポレテッドカーブで PTS じゃなくて、この New PTS を使いたい。で、この PTS だけ名前を入れ替えてあげると。そうすると、この線に沿って曲線が作られますと。どうでしょう、今のところどうでしょうか。ここまでいかがでしょうか。大丈夫そうですかね。大丈夫です。ありがとうございます。ここまでできたらもうあとは、うん、ちょっとです。この点の位置から下の方向に今度はラインを作ってあげるってことをしたいと思います。でどこでやるのがいいかなと。でとりあえずレールはもうレールでそのまま置いておいて後で使うとして、現状このポイントの位置だけが得られているので、そのポイントの位置を利用して下の方向に、そのポイントの位置から下の方向にラインを、指定の長さ分だけラインを作っていこうかなと思います。でグラスホッパーでそのラインを作るときにどういうパラメーターがあったかというと、このミニマムとマキシマムの距離ね、ライン外側に行けば行くほどミニマムになって、内側に行けば行くほど、スパイラルの中心に行けば行くほどこの高い数値が使われていると。かつこの乗算関数も t に対して、かけられていたと、長さをコントロールするためにということで、3つのパラメータも一気に作っちゃいましょうということで、ミニマムレングス、マックスレングス、レングスパワーっていう感じで3つのパラメータを作ります。これはステップ8の部分ですね。ミンレングス、マックスレングス、レングスパワーと全部ダブルに、不動小数
ります。全部ダブルっていう型に数字として設定しておきます。こんな感じで。で、それぞれにスライダーを、例えばミニマムは200とか、マキシマムは1000とか、レングスのパワーは0から2の間の数字ということで、このアングパワーと同じスライダーコピーして、それを入れちゃいましょう。こんな感じで3つのパラメータ今作りました。レングス、マックスレングス、レングスパワー。で、それぞれダブルが設定されてますと。それぞれ適当な数字のパラメータ、スライダーが付けられていますと。という感じで、で一回これは OK 閉じてもらって、新しくパラメータ追加するときは一旦エディターは閉じた方がいいと思います。閉じないと多分パラメータがアップデートされないと思うので、一旦閉じてもらって、もう一回を開くと、パラメータとしてミンレングスとかが追加されていれば OK です。じゃあ、ラインを作りたいと思うんですけども、どこで作るのがいいかというと、ポイントを作った段階でもうすぐに作っちゃうものがいいのかなと思いまして、それがどこかというと、この newPTS に追加する前、直前、newPOS イコール newPOS プラスポイント 3D みたいなことで、下に移動している部分ですね。ここで、これが最新のポイントの情報、これらのポイントの情報なので、これらのポイントの位置から、下向きにラインを一個一個作っていくのがいいかなと思います。ということで、それをやりたいんですけども、じゃあどういう関数を使えばカーブが作れるのかっていうのもやっぱり調べる必要がありまして、で、LINE のコモンの API に行ってもらって、それぞれ調べ方もいろいろあるんですけれども、なんとなくその、ムーブとか、その、エクストルードとかそういうのは検索でやるのがいいかなと思うんですけども、新しくジオメトリを作るとかっていう場合は、クラスの名前から検索していくのがいいかなと思って、でそういう場合は、この LINE のジオメトリっていうところをクリックして、でそこに LINE っていう名前があるかどうかまず確認します。で今回の場合は、LINE ストラクチャーとか、LINE カーブとか、これもちょっとわかりづらいところであるんですけど、ちょっと2種類出してみますね。LINE ストラクチャー。これはポイント 3D と似たような話で、ジオメトリーではないものです。その、あくまで数値情報みたいなイメージだと思ってください。ジオメトリーじゃないので、ローテートできないし、ローテートはできない。あくまでその、ラインっていう、情報。で、必要、最低限の情報は持ってるんですけども、支点、終点の位置であったりとか。ただ、ジオメトリーとして扱うことができないので、インターセクトの計算とかそういうことができないものになります。なので、ちょっと制限が多いものです。で、逆にこのラインカーブっていうのはジオメトリーでして、トランスレートとかトランスフォーム系の処理ができたり、もっと複雑な関数っていうのが使えるので、どっちかというとこっちの方をよく使うことになると思います。なので、これを新しく作りたいっていう話になります。で、どうやって作るかっていうと、作り方に関してはこのコンストラクターズの中のを参照します。で、見てみるといくつか作り方が書いてあって、さっき見た、今見た LINE っていうストラクチャーを入力することで、パラメータとして入力することで新しく LINE のカーブを作ることもできるし、あるいは支点終点をポイントを2つ入力することで作ることもできる。あるいは、LINE、これは何、他にもなんかいろいろありますけど、この中で一番とりあえず使いやすそうなのは、このラインカーブ、ポイント 3D、ポイント 3D ですかね。2つのポイントを入力してあげることで、その間を結ぶラインを作ってくれるっていう、作り方。これが一番いいんじゃないかなと思います。で、なのでこれを使って作ってみようかなと思います。
で、一つ、もう一つこのラインカーブを使うにあたって注意というか、注目してほしいところっていうのは、このラインカーブのクラスの説明のページに行くと、このインヘリタンスヒエラルキーっていうものがあって、で、こういうふうになんか階段状に、このクラスの名前が書いてあって、一番下がラインカーブになっている。で、二番目がカーブになっていて、3番目がジオメトリーベースになっていると。これどういう意味があるかと言いますと、つまりこのラインカーブっていうのは、この一つ上のカーブの派生した、カーブから派生した、子供のクラスですよっていうようなイメージだと思ってください。で、この子供のクラスっていうのは、この親のカーブのクラスの情報をすべて持っていることになります。で、このカーブのところを見てみると、例えばまあディメンションであったりとか、そのクローズドポイントみたいな関数があったりとか、こういうそのカーブが持ってるプロパティとか関数っていうのをラインカーブは全てアクセスすることができるっていうのがまあ特徴です。それに加えてラインカーブだけが持ってるプロパティと関数っていうのもあります。なので下に行けば行くほど子供になればなるほど使える関数が増えていくというようなイメージです。より高級なクラスになっていくというような、まあ、そういうイメージです。なので、まあ、ラインカーブは、なのでラインカーブっていうのはカーブとして扱うこともできるっていうのだけ覚えてください。カーブっていうクラスとして使うことも、扱うこともできる。ジオメトリーベースとして扱うこともできますというようなイメージです。逆にカーブは、その上のパレントのカーブはラインカーブとしては扱えないっていうことは覚えてください。親は子供の真似はできないけど、子供は親の真似はできるってことです。っていうことです。じゃあ、実際に作ってみますけど、は、まあ、LC みたいな名前にして、ニューラインカーブ。新しくジオメクラスの、こういうのインスタンスっていうんですけど、新しくジオメトリークラスから作る場合は、ニューつけて、で大文字でその型の名前を入れてあげて、でカッコで囲ってあげる。でこのカッコの中にさっきコンストラクターの中で見た、まあ、パラメータを入れるっていう感じです。今回の場合は2つのポイントの情報を入れてあげる感じです。1つは、まあ、視点、もう1つは終点ですね。で視点ってのはこのニューポジション、この今画面に見えてる ポイントでいいと思うので、ニューポストあげて、で下の方向、下の位置にある点の位置っていうのはどうやって作るかというと、まあ、ニューポジションプラス、まあ、ここで一つ上で下に移動したのと同じように、あの下に移動したポイントの位置情報っていうのをここでまあ作ってあげる必要があると思います。なのでニューポイント 3D、 とりあえず何も移動しないということで000にしておきますけど、でこの最後の0の部分、 Z の部分に、まあ、ラインの長さを入れてあげることで、実際にこの2つのポイントを結ぶラインが作られるはずです。じゃあその長さを計算してあげる必要があるんですけども、今回やりたいのはこの T の値、0、1の値の値、あの0から1の値の0から1の間の値ですね。このフォアループの中で作ってる t の値から、このミニマムとマキシマムの数字、200から、僕の場合200から5000の間の数字にリマップしてあげたいっていうところです。なので t が0だったら200になってほしいし、t が1だったら5000になってほしいと。で、これは単純、今までは0、1の間を0から1000とか0から2000の間にリマップするだけだったら単純に掛け算だけすればよかったんですけども、今回の場合にミニマムがまた別の数字である場合はちょっと違ってきて、多少複雑な計算する必要があって、どういう計算になるかっていうと、まずはレンっていう名前の変数をとりあえず作っておいて、レングスっていうのが最小の数字ですね。最小の数字っていうのは常に使われるみたいなイメージで持っておいてください。
で、それにプラスすることのマックスレングスマイナスミンレングス。で、これをそのまま計算すると、結果はマックスレングスになるはずです。っていうのは、このミンレングスとっていうのを、このミンレングスが相殺、スペルが相殺し合うので、これとこれ、これ、このミンレングスマイナスミンレングスで0になるので、マックスレングスだけ残る。ですけども、まあ、これは仮にこれに1をかけた場合ですね。ただもしこれに0をかけた場合どうなるかっていうと、このマックスレングスとミンレングスっていうのが消え去って、ミンレングスだけ残りますと。っていうことは、この今0かけた部分、あるいは1かけた部分を、まあ、t にすることで、0の場合はミンレングスになって、1の場合はマックスレングスになって、で、その間の数字っていうのは、これ、0から1の間、例えば 0.5 に値にしてあげれば、ミンレングスのマックスレングスの中間の値っていうのが、この計算式から得られるはずっていうのが、まあ、なんとなく想像がつくんじゃないかなと思います。ということで、こういう計算式を書きました。で、これで、まあ、とりあえず、長さができたんじゃないかなと思いますので、その長さをこのポイント3のところにマイナスレンと入れてあげて、で、プレイスクリプトして、ランスクリプトしてエラーが出ないことだけまず確認して、で、この LC っていうもの、ラインカーブのジオメトリーは現状、まあ何にも何のリストにも入れてなくて、アウトプットにも何も出してないので、それを一回出してあげる必要があるかなと思います。ということで、同じように、ポイントの時と同じように、空っぽのリストを作ってあげて、今度はカーブの空っぽのリストを作ってあげて、で、そのリストに、ラインカーブを一個一個足していって、で、そのリストを、まあ、アウトプットしてあげるっていうのをやっていきたいと思います。ということで、フォアループの外側に、ラインズでいいですね。ラインズっていう名前のリスト。ここでさっき言った、その親か子かっていうものが生きてきまして、これ今カーブって書いてますね。で、カーブっていうことは、まあ、ラインカーブもカーブの、まあ、子供なので、このリストの中に実は入れることができます。で、このラインカーブのリストの中にも入れることができます。で、まあ、どっちでもいいんですけども、ただし、ラインカーブ以外のカーブっていうのも存在していて、まあ、例えばナーブスカーブみたいなのがあったり、ポリラインカーブみたいなのがあったりして、そういうカーブは、このニューリストカーブの中には入れられるけど、ラインカーブのリストには入れられないです。ラインカーブのリストにはラインカーブしか入らないです、ね。ラインカーブから派生した子供がもし入れとすれば、それは入れられるんですけど。なので、まあ、できることならば、なるべく上位、その親のクラスで、そのリストを作っておいて、で、比較的、フレキシブルにいろんなタイプのカーブを入れられるようなリストにしておくといい場合も多いですっていう話です。まあ、今回どっちでも大丈夫ですけど、まあ、これで新しいリストを作っておいて、で、lines に add で、ポイントと同じように lc を出してあげると。で、うまく足せてたら、a からこの lines を出力してみると、ラインがちゃんと出力されているはずです。で、まあ、ここでさっきグラスホッパーで起きたのと同じ問題、内側に行けば行くほど長さが短くなって、外側に行けば行くほど長くなっちゃってるので、ちょっと反転してあげる必要があります。じゃあ、どこで反転する必要があるかというと、まあ、この t の値、t の値が今、まあ、0から1の間で、まあ、基本進んでいますね。そのミニマムの時が0でマキシマムの時が1で、それを逆にミニマムの時を1にしてマキシマムの時を0にしてあげれば、この長さの
長さが反転するはずであります。でなのでどうすればいいかっていうと、まあ、t が必ず0、1の間であることが分かっているのであれば、1引く t にしてあげればその t、0だった t は1になって、1だった t は0になるはずです。それでプレイしてみると反転、無事に反転してくれます。ここまでどうでしょうか。大丈夫そうですかね。お、なんかグッドボタンが見えます。それいいですね。どうやってやってるのか分かんないですけど、お、いいじゃないですか。それそれいいですね。どうやってやるのか分かんないけど、ありがとうございます。じゃあですね、それで、まあ、今グラスホッパーで言ったように、これリニアだと下のこの曲線の部分ですね、それがちょっとやっぱりダボっとしすぎてる感じ、もうちょっとこういう感じで内側に行けば行くほど、まあ、ワンって伸びていて、外側に行けば行くほど緩やかに高さが低くなっていくっていうような形にしたいので、乗算関数を使ってそこら辺をコントロールしたいと思います。で今回の場合それはどこでコントロールできるのかっていうと、グラスホッパーの部分見てみますと、乗算関数どこで使っていたかというと、ここですね、この t の値を、 t の値、0、1の値を乗算関数でかけていたっていうのが分かるので、今回でいうところはこの部分ですね、 1-t の部分、ここで乗算関数をかけてあげれば同じような結果が得られるんじゃないかなと思います。で乗算関数はさっき使ったようにマス、パウで、それを、インプットとして、インプットパラメータとして入力したでした、レングスパワーみたいな名前のものを作って、これですね、レングスパウみたいな名前のインプットを作っていたと思うので、それを 1-t に対してかけてあげると、この、レングスパウ、レングスパウのスライダーに応じてこの値の曲線の変化率、長さの変化率みたいなのがコントロールできるようになるはずです。もうちょい範囲を増やしたかったかもしれないです。こんな感じでいい感じじゃないでしょうか。いい感じじゃないかな。でミニマムとマキシマムをコントロールすると、ちゃんと最小値と最大値だけはちゃんとコントロールできるようになっているというような感じです。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。で、まあ、ここまで来たらもうあとは、最後のステップ、パイプ化して終わりって感じです。これ今曲線になってますけど、最終的にこれをサーフェース化してあげて、それを終わりにしたいと思います。で、この一個一個のラインに対して、あるいはこのレールの曲線に対して、パイプ化を試みてみたいと思うんですけども、で、一つ、必要な情報としては、このパイプの半径あるいは直径を、計算してあげたいと思います。でさっきグラスホッパーではフラットな状態のポイントの、隣り合うポイント同士の距離を見てその直径を計算してましたので、それと同じようなことをやっていきたいなと思います。でどこら辺でやるのがいいかなというと、まずフラットな状態がどこだったかっていうのを調べていきます。でどこかというと、2つ目のフォアループの中で、カーブ.pointAt で新しくポイントを作った状態。これが、まあ、フラットな状態のカーブからポイントを作ったところですね。なので、ここのニューポジションの、位置から、何ですか、そのステップの、ディビジョンの直径の値っていうのを、まあ、出していこうかなと思うんですが、もっと、
簡単にできそう、っていうか GitHub でやってる方法がちょっと違うので、そっちの方向でやった方が良さそうだと思うので、そっちでやりたいと思います。で、GitHub の方でどういうふうにやっているかと言いますと、ですね、一旦このカーブイコール、カーブドットクリエイトインターポレーテッドカーブっていうので、まあ、フラットな曲線を、まあ、スパイラルな曲線をここで作っていました。で、このスパイラルな曲線から得られる情報としては、この曲線の長さっていうのがまず得られるはずです。グラスホッパーでいうところのこのあたりですかね。このフラットな曲線のレングスみたいな関数っていうのがを使えば、この曲線の長さっていうのは得られるはずです。で、この曲線の長さをその最終的なこの分割数で割り算してあげれば、ディビジョンみたいなコンポーネント使ってこの長さを割ることの、この場合今166分割みたいなのしてあげれば、実際のポイントとポイントの間の距離っていうのが、まあ、この計算で実はできてしまうかなっていう気がします。で、これをそのまんま使えば、直径、そのパイプの直径として使ってしまえば、まあ、いいんじゃないかなという気がいたしますので、まあ、そういう感じで直径を計算して、今回は計算しようかなと思います。っていうことはですね、このカーブのまずは長さを出したいと思います、ね。で、カーブの長さどうやって出すか。まあ、この段階になるともうだんだん調べるのが億劫になるので、とりあえずドットをカーブドットにしてみて、なんかレングスみたいなので出てくればラッキーぐらいに考えて、まずは検索します。で、レングスって入力してみると、なんかゲットレングスっていうのがあって、ちょっとヒントを見てみると、ゲットレングスオフザカーブっていうのが書いてあるので、まあビンゴっていうことで、これをそのまんま使ってしまいました。で、まあ、カーブドットで検索してなんか欲しいものが出なかったら、結局は LINE のコモンの API 行って検索して開ける必要はあるんですけども、まあ、ちょっと億劫な場合はこんな感じで探してみるっていうのも一つ当てかなと。で、まあ、カーブレングスっていう名前の変数に入れておきましょうか。で、レングスが計算できましたら、そのレングスを、まあ、セパレ、そのポイントの数で割り算してあげましょう。ということで、セップリスト、ま、ダイアミターみたいなのが分かりやすいですかね。ダイアミターイコールカーブレングス割ることの、ナム。で、これで一応、まあ、ポイントとポイントの間の数値が出た。かと思います。で、もしかしたらですね、もしかしたらこのカーナムをナムではナムだナムマイナス1あるいはプラス1する必要がもしかしたらあるかもしれないです。その分割したポイントの数プラス1個点がある可能性があるので、まあ、その場合はプラス1とかする必要があるかもしれないですけど、まあそこら辺はとりあえず置いといて、大体の数字はこれで得られると思うので。で、今これ、不動小数割る整数で、まあ、割ってるので、まあ、結果としては不動小数になると思うので、整数割る整数の時だけ気をつけてください。で、これで直径が出ましたと。で、直径が出たら、じゃあパイプを実際に作りたいんですが、パイプの作り方、これはやっぱりちょっと調べないといけないかなと思います。で、これはジオメトリーで探すよりも、てか何をパイプっていうクラスはないので、じゃあパイプどうやって作ればいいのかっていうのはやっぱり検索しないと難しいかなと思います。パイプで検索してなんかそれっぽいものが出てくることを祈って、で、のの中に brep.createpipe あるいは mesh.createfromcurvepipe みたいなのがありますけど、まあ、まあ、あとはなんかエクストルージョンクリエイトパイプみたいないろいろありますけど、今回使いたいのはこの BREP クリエイトパイプです。メッシュはまあ多分違うなと思いますね。メッシュはまた BREP とは違う型で、
今回はナーブス系のジオメトリーにしたいので BLEP にします。で見てみると2つのスタティックな関数がありますね。で、まあ、1つ目の方がインプットの数が少ないのでそっちを選ぼうかなと思います。だとしても結構ないっぱいありますね。レールのカーブ、まあ、多分そのあれですね、レールあのパイプの中心となるカーブと半径とローカルブレンディング、これはブーリアン、トゥルーであればローカルがアプライ、フォルスであればグローバル、パイプレディス stays constant at the end changes the more everything だろう、Radius is newly blended。 半径が始点と終点で異なる場合はブレンドの仕方が変わるみたいな話なんですかね。これは始点と終点のパイプの半径は今回は同じなので特に関係ないですかね。でパイプキャップモード、これは始点終点をどう閉じるか、これ今パイプキャップモードっていう型になってますけど、これは、NM っていうタイプで、これ見てみると、まあ、なんかフラットかフラウンド、まあ、こういうふうに整数の代わりにこういう文字を入れるっていうようなものになってます。これは後で使い方を教えます。でブールフィットレール、これは if curve is polycurve like the curve is fit and single surface grid result is poly surface joints、 シングルポリカーブ、ラインかアークのポリカーブの場合にシングルサーフェイにするかしないか、まあした方がいいかな今回は。でアブソリュートトレランスは、まあ、誤差ですね、これはまあ適当に 0.01 とかにしておきましょうっていう感じで、ちょっといっぱいインプットありますけどもやっていきましょう。でどこでパイプ化するのがいいかっていうと、まあ、カーブをインプットとして、レールのカーブをインプットとして入れなきゃいけないので、カーブ、ラインカーブを作った直後でいいかなと思います。スタティックだったので、blep.createpipe。で、レールはまずラインカーブですね。で、レディアスはダイアミター ×0.5 と。で、ローカルブレンディングは true にしておいて、キャップモード、ここですね、ここは、NM って言ってその数値、その整数の代わりに、まあ、こういう文字を入れることで、まあ、整数よりも分かりやすくしてるってだけの話なんですけど、まあ、どういうタイプにするかっていう話で、グラスホッパーの C シャープのコンポーネントはまあこんな感じでヒント出してくれるっぽいので、まあ、この中からどれか選べばいいです。今回は何にしておきます、何でも大丈夫ですけど、でブーリアンフィットレール、これは一応 true にしておいて、トレランスは 0.01 の 0.01 とかにしておきましょう。誤差が低ければ低いほど計算精度が上がるみたいなイメージです。 OK、 これでパイプができたはずで、でアウトプットを確認してなかったですね。アウトプットはblep のアレイ、配列が得られるらしいと。レバーパイプスみたいな感じで、配列が得られるはずということです。で配列が得られるということはですね、その、まあ、今回の場合は、まあ、ラインに対してパイプを作るので、まあ、1個しか出ないはずではあるんですけども、例えばポリラインだったとしたら、そのラインの組み合わせでできているようなカーブを作った場合は、パイプが複数に分割されて出てくる場合もあるということだと思います。今回1個しか出てないので、1個目だけ使えばいいかなと思います。で、パイプ作ったはいいけど、外に出すためにはやっぱりリストが必要なので、for each の、for ループの外側にリストを作って、blep の型なので blep のリストを作っておきます。こんな感じ で同じ名前にしちゃダメですね、うん、上の方パイプリストにしておこう。パイプリストにして、こっちをパイプスにして、
パイプリストにドットアットで、パイプス、まあ配列なので複数ありますけども、1個だけ、まあ、0番目だけ取得して、パイプリストに入れちゃいましょう。全部入れたい場合、このパイプスから、パイプスの配列のものを、まあ、全部入れたい場合もあると思います。その1個だけじゃなくて、取得されたもの全部入れたい場合。その場合は、パイプリストアットレンジみたいな関数があって、パイプス。で、これ多分リストに変換しないと、これでできるかな。で、エラーが出るかどうか。出ない。まあ、アットレンジでも、複数、まあ、そのパイプスの結果を全部入れたい場合はアットレンジ。1個だけ入れる場合はアットですね。今回は1個だけでいいんで、こう、アット、パイプス1個目、0個目っていう感じで入れます。で、それを出してみると、A イコールパイプリストにしてみると、無事にパイプが作られている、います。こんな感じで。どうでしょう、ここまでいかがでしょうか。大丈夫そうですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここまでできたら、もう一個だけパイプ作りたくて、それがこのレールの部分。今、レールだけカーブになっているので、カーブも、このレールのカーブもパイプ化しちゃいましょう。やることは同じで、カーブイコール、カーブ .interpolate で作ってる部分がありまして、ね、最後の方に。これを、このカーブをまたパイプ化してしまいますので、レールパイプみたいな名前を作って、vrep、同じ関数、vrep、create、パイプ、カーブ、なんだっけ、ダイアミター ×0.5 の true の、なんの、true の 0.01 の 0.01 と、これそのまんまコピーしちゃっていいですね。これをそのまんまコピーして、LC の部分だけ入れ替えれば大丈夫です。で、レールをカーブの代わりにレールパイプで出力してみると。すると、レールの、レールもパイプとして出力されますと。いう感じです。で、最後に、この A イコールだと寂しいので、アウトプットの名前も最後に変えて終わりにしようかなと思います。一回 OK をして、この A を、まあ、ライン、まあ、ラインズもおかしいですけど、ラインズにしておいて、で、そうすると、今まで A イコールにしてたのでエラーが出ます。A は存在しませんみたいな。なので、もう一回、スクリプトに入り直して A を lines に入れ替えて run スクリプトで OK、 これで完成です。これで今日、やりたかったことっていうのが全て、終わったことになります。 L と line をパイプで作って終わりです。今のところで何かご質問なんかありますでしょうか。そうですかね。大丈夫です。できました。ありがとうございます。で、まあ、あとはもうこのレールとラインからそれぞれそのそれぞれの対応したパイプが出てるので、まあ、適当にマージしてカスタムプレビューみたいなので色をつけて完成としようかなと思います。で、パラメータをちょっと動かしてみて、まあ、まずは1のちょっと上の方をして、1のパラメータで1が動いて、ディスタンスで全体的な半径がコントロールできて、
パイプの数ですね、レゾリューションがコントロールできて、回転数コントロールできて、回転の何ですか、緩やかさみたいなのがパワーでコントロールできて、上下にどれだけ移動するかみたいなのもコントロールできて、ミニマムと、あ、ちょっとゼロはダメだ、マキシマムのラインの長さで、最後にパワー、どれだけの落とす際のカーブの長さ比率、長さ変化率みたいながこれでコントロールできるという感じで、まあ、最初はこういうふうにグラスホッパーを作って、グラスホッパーの関数を作ってみて、それをまあコードで追っていくのが初めてコードをやる際にはいいんじゃないかなと思って、こういう感じで今日はやってみました。ちょっとだいぶ時間をかけてやってしまいましたけど、どうでしょうか。こんな感じで少し理解が深まれば嬉しいと思います。こんな感じで今日は、終わりです。ありがとうございました。ありがとうございます。非常に分かりやすくて勉強になりました。何か分かりました。どうでしょう、一言感想。あ、レコーディング切って大丈夫ですか。あ、はい、ちょっと待ってください。どこで切るんでしたっけ。ちょっと待ってください。あ、これ一回シェアスクリーンを終了すればいいんですかね。じゃあ、音声だけでもなっちゃうから、レコードの部分を見ないと。ちょっと待ってください。どうやってそれをやる。あ、これか。これかな。ちょっと待ってください。レコードをストップするのはどうすればいいんでしょうね。これ、ストップレコード。はい、一番下にシェアスクリーンの隣にあるはずですけど。